つ。オーライアモーレミアモーレ。メールメールメールコーナーがいつも遅いんだよな。メールいつ始まる？あと何秒？あと10秒。今日岸がいないな。岸どうしたんだ。なら DJ マシャワールド。ボリューム上げてなかっただろ。平成28年6月3日金曜日放送第34回こんばんは、 DJ マシャです。皆様いかがお過ごしでしょうか。今週も DJ マシャワールド、元気に始めてみたいと思います。はい、今週いろんなまあ出来事があったんですけどね、まあ梅雨はどうなったのかなと思ったら、また今日から雨降り出したり、あとあのあれですよね、今日あの発見されましたあの北海道子供置き去り、もう事件かなこれ事件だねなんですけどね、6日ぶりということですか。自衛隊のね、あの雨よけというかね、この宿舎みたいなところで見つかったんですけど、いやーすごいですね。なんかこうね、子供だけどこうすごいなんかあれですよね、知恵もあるなという感じで、はあ、でもよかったです見つかって。いやいや、でもあれですよね、山って遭難するとものすごい金額を請求されるって聞いたことがあるんですけど、海はなんか出ないですしですよね、山がなんかすごい金かかるって言って、誰か知ってる人いますかね。いやでもね、ちょっと教育の一環って言っても置き去りはちょっと良くないよね。そうですよね、はいはいはい。あとですね、リューティーのたけちゃんね、一生懸命ライブの告知であちこちのメディアに登場してるのね、まあ、目にしたんですけど、あの先週ね番組の急に来てもらってね、あの、まあ、ごめんねって言ってたんですけどね、まあ、あのちょうどゲストもなくね、あのがっつり宣伝もできたんで、とても良かったです。はいね、あの6月11日ね、素晴らしいライブになればないいなと思います。それでは今週も DJ マシャワールドよろしくお願いしたいと思います。それでは今日も、コーナーの紹介いたします。いつものお題メールは題して、オーライメールセンター。本日のテーマは雨ということなんですけどね、雨にまつわるエトセトラお願いします。どうですかね皆さん、雨何かありますかね。ちょっともうお題難しいかな。雨ね、何でもいいですよ、雨に関係する話ね、何でもいいです。続きまして、期間限定お試し企画、本日はオーライセクシー川柳。はい、まあエロいのが多いんですけどね爽やかなやつを送ってくださいね。もう思いつかんかった方はもう思いつくままでいいんですけどね、まあ、爽やかなものが来ればね、ちょっとこう和のテイストがね、何か含まれたこう記号とか入ってね、思いっきりエロいメールだなエロ川柳になってるんですけどね、はい、もう、まあ、できる感じでいいですよ。はい、官能的な方が多いんですけどね、はい、次いきます。オーライ死にうっさうっさハッピーバースデー。はい、まあ、毎度毎度のことなんですけどね、誕生日の方いたらメールかツイキャスで教えてください。廃止しようと思ったんですけど、もうちょっとやってみようかなはい、ね、そんな感じで今日もこうよろしくお願いしたいと思います。さて本日のゲストですが、 FM 二来で番組を担当されているチャーリーウーさんと、小蛇若菜さんですね。 FM 二来に、ね、私出演させていただいた時に知り合った、ね、大変息の合ったお二人さんなんですが、今日はいろいろお話を、ね、あのお伺い魅力を引き出したいと思います。はい、それでは今週もね、ツイキャスメールご参加お願いします。メールアドレスは大丈夫かな。はい、そんな感じでね。はい、じゃあそれではこの番組の提供は、バイクの格安バッテリー販売&長期保証をやってますの 2x4 ステーション、司会のお仕事大変興味あります、命がけで取り組みますので誰かお仕事くださいの DJ マシャの提供でお送りします。それではここで1曲お届けしたいと思います。はい、ローリングストーンズサティスファクション。曲ね、決めてなかったけどお願いしたら、なんかチェックする、チェックリスト作ってたらここ見るみたいな。曲探すのに必死でしょ。あ、そうか。はい、次、ツイッター、ツイキャスいきます。どっからだ、ツイキャス、ツイキャス。ツイキャス、ちょっと待ってね。よいしょ。は
はい、はい、坂健さん、はい、いつもありがとうございます。ハンちゃんさん、オーライ、アモーレ、ミアモーレ。アモーレって旬ワードなんだね。アモーレって何ですかね。え、ミアモーレなら分かりますけどね、一緒ですかね。バナナ店長さん、はいはいはい。 FM ギノワン、はい、これは、ミキサーひろきですね、これ、はいはい、ディスカさん、今日もありがとうございます。はい、あ、エコザレさん、どうもありがとうございます。あ、AKB皆さん、はい、はい、今日もありがとうございます。はい、リワラ、ありがとうね、いつもね。トイレ行くからちょっと待っててねちょっと待てるかな。はい、あ、コインもありがとう。はい、坂健さん、2コイン入りました。2コイン、2コイン入りました。あ、もうすでにコインが満タンですね。誰が入れたかな。コイン全開、これすごいですね。コイン満タンです、ありがとうございます。はい、ディスカさん、ストーンズはルビーチューズデーが好きということでね。はい、今日もありがとうございます。ご飯が食べたい、チキンカレーボンドって書いてますね。飯をもらってないんですかね。ガン巻きをして飯がもらえないとか違うか違う違う飯を与えられてないのかな誰も言うか分かってない。はい、サッカーの、長友の彼女、これ平愛理、平愛理、平愛のことです。ああ、はい、な、平愛理、これなんか新聞載ってたよね、うん、なんかね、これ付き合ってると発表しちゃった。行きましょうね、うん、オーライ DJ マシュワラでお届けしております。それではメールのコーナーに行きたいと思いますが、ツイキャス見てみましょう。ポワワワワワワ、アモーレ、ハンちゃんね、アモーレイコールここ2日間で、流行中のワードです。長友が流行らせたということがね、来てますけどね。あ、そうですか。テレビを見ていないのでね、ちょっとわからないですね。はい。あれ、バグってる。なんでこれバグってんだよ、このメールマシン。メールマシンがね、バグってますね。わ、どうしたんだこれ。ここにはメールありませんって書かれてるけど。ん？なんだこれ。必ずなんかね、バグが起こるんだよね。うわ、バグだらけや。こっちだろ。怖いわ。必ずね、メール順調にいけないですね、毎週ね。バグってますね。はい。いやー、しかしね、あの、ほんと東京のね、あの男の子ね、6歳か7歳かな、すごいね、うん。北海道ね、東京じゃないよね。全然違うって。マジで間違えましたけど。はい。そんな感じですけどね。はい。さあ、メール来てますかね。ね、先週ちょっと読めなかったメールがね、ちょっと一件あったんで、いきますね。まあ、やっぱ携帯の方が安定するな。よいしょっと。どこだ？これか。はい。あ、これじゃないな。メールがね、ちょっと見当たらないですね。ちょっと待ってくださいね。あったあったあった。はい。先週ちょっと読めなかった最後のメールね。マーシャさん、スタッフの皆さん、そしてリスナーの皆さん、こんばんは。神戸の小さいけれどおじいです。今年の夏は猛暑になるとどの、予報士も言ってますが、エアコン嫌いの私に乗り切れるでしょうか。さて今日のテーマね、あの、学生時代の思い出をしましょうということね、親元を離れて学生生活を送ることになり、なかなか部屋が見つからずにいたとき、親切にもルームシェアを勧めてくれた人がいました。渡りに船と一緒に住むことにしました。もうルームシェアしたんですね。しばらくは何事もなく仲良く勉学に励んでいましたが、ある夜突然ベッドの中に潜り込んできたのです。あれ男同士。その気のない私は部屋に飛び出し途方に暮れてしまいました。次の部屋を見つけるまで同居人とは完全に時間帯を反対にした生活をして、顔を合わせないようにしたことを思い出します。あの時受け入れてた方が良かったんでしょうかね。あら、すごいですね。こんなメールだったんだ。ではまたありがとうございます。急ですが、30日、31日、火曜日が過ぎました。あ、これ読めなかったな。そんな、すまない。あ、来てたんですね、沖縄にね。あ、そっかそっか。はい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 。なるほどね。どうですかね。PA ひろきどうなの？男に迫られたら。男に迫られたら。いや。女がいいそうですね。彼は女が好きだそうです。はい。僕もそうですよ。はい。はい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 。そんな感じでね。はい。
で、まあ、連続でね、神戸の小さいけれど、おじいさん来てますね。この番組のシーブンタイムが消えてしまうなんて残念ですね。今のうちに大いに楽しみましょうということなんですけど、ちょっとシーブンタイムはね、時間を動かしたいと思います。はい。ね、ちょっとまた後でお知らせしたいと思いますけど、はーい。さて、この時点でまだテーマが分かっていません。勝手にトークします。去年6月に初めてリューティーに出会い、ファミリーの仲間に入れていただき、こうしてマシャさんともお知り合いになることができました。またこの年になって初めてラジオに投稿する喜びを知りました。このような仲間とのつながりを大切に、できるだけメールを送りつけたいと思います。ボケ防止のためにも、かっこ笑い。11日にお会いできることを楽しみにしていますと。ではまたということでね、来ています。iPhone から送信ですね。はい、ありがとうございます。ね、ちょっとまた川柳も来てるんでね、後でまた読みたいと思いますが、なるほどね、リューティーファミリーね、すごいですよね、こうリューティーに対するこの愛がね、僕もやっと入れたんですけど、はい、ありがとうございます。ね、ちょっと11日ね、楽しみにしてますので、はい、じゃあ次行きますよ。マーチャさん、おつ、ラジオネーム名古屋の社会派ダンサーズです。テーマ雨ですが、名古屋にはこれから梅雨に入り、ジメジメムシムシする季節になります。その雨で困るのが洗濯物ですね、ということですね。ダンサーズ家にある洗濯機ですが、乾燥機能があります。しかしこの乾燥機能があまり好きではないのです。それは太陽光の匂いがないからですね。あの匂いを嗅ぐと、ああ消毒されたなと、感じます。それとこの乾燥機能で最も嫌なのは、生地が痛み縮むことです。ジーパンも1センチになった時はがっかりしましたね。マチャミさんは洗濯物の乾燥光は太陽光ですか？教えてチョコボール向井と来てますね。はい、ありがとうございます。チョコボール向井さんって何してるんでしょうね、仕事知らないふりして終わらすんですけど、はい、そうですか。あ、ツイキャスもどんどん来てますね。はいはい、あとちょっと絡みますね。そうですね、乾燥機ってね、あれですよね、電気代ものすごいですよね、実は。なんだ、ヒートポンプ式となんとか式、なんか2種類ありますよね。2倍ぐらいなんか電気代が違うと思うんですけど、高いやつは 1回乾燥させると100円ぐらいかかるそうですよね、電気代。すごい高いですけど、まあ、梅雨なんかにはいいですよね。でもやっぱりね、人間関係もそうなんですけどね、自然がいいと思います。はい。僕も自然に乾かしてますけど、僕ね、実はね、ずっと部屋干ししてるんですよ。外に洗濯物を干さないっていうね、実は、はい、そうなんですよ。僕の洗濯物を干してる人は誰も見たことないと思います。はい、そんな感じですね。はい、ジーパン結構縮むんですね。あららら、そうですか。はい、チョコボール向井さん、ありがとうございます。あ、違うな、チョコボール向井さんじゃない、あ、団子名古屋のね、ダンサーズさん、ありがとうございます。はい、次行きたいと思いますね。ね、これ川柳だな、川柳の、今日ね、川柳のメールが多いね。はい、いきますよ、次ね。はい、マーシャーこんばんは、ミッドナイトスターさん、狙い撃ちで来てるの最近。ウマゴンから来てるね。月曜日は西町でも浦添でもくすってましたよ。変なサイン買わないでおきましょうねって来てますけど、彼はうなずいておりますね。何のことか分かりません。はい、僕は鹿町カンパチと聞いたら、おろく新町でしょうかね。おろく新町いいですよって言ってますね。おろく新町は何があるんですかね。飲み屋。なんかの新町ってほら、なんか、あちこちあるよね。おろくにも昔あったみたいね。そう。その新町じゃないかな。今はちょっとまあ、健全な町になってると思うんですけど、はい。さて、雨。僕が最初にこの目で見た芸能人は、細川たかしさん。次に見たのが、三好英二さん。小学生の頃、近所にキャンペーンに来ていて、ヒット曲、雨を聴きましたね。恋はいつの日も捧げるものだからの歌詞を聞いて、小学生ながら、そうなんだなと思ってたよ。また、捧げるといえば、27歳の時、38歳のママに、アフターに誘われ、飲み直した後、タクシーに僕を先に乗せて、ホテルまで連行され、この身を捧げた時も真冬の冷たい雨降りの深夜の夜だったな。この話チャットでもいける？これね、マゴンズバリ言っていい？ボリューム下げる。チャットでは無理だ。チャットでダメだろ。ウマゴンなんか爽やかキャラだからね、ちょっとやばい、ミカに嫌われると思うからやめた方がいい。
でもやればやるほどでもなんかいい感じもするけどね。面白かったけど。はい、そんな感じですね。はい、そうかそうか、ウマゴンいいな。27歳の時30、11歳上ね。ああ、もう向こうからしたらめちゃめちゃ魅力的に見えたんだろうね。そうか、実に素晴らしい話だな。そっか、はあ、上の年上の女性ってどうなんですかね。いやはい、次行きたいと思います。今日セクシー川柳結構来てるな。はい、次行きますね。じゃあ今日から植木市が始まり、慌ただしい人工知能の落とす雨、沖縄市うるま周辺でささやかれている都市伝説、それが植木市が始まると雨が降る。実際今日から雨、都市伝説は本当のようですね。笑い。しかしお客様も慣れたもの、最初から長靴でご来場くださいます。そんなこんなで沖縄市登川農民研修センターにて、沖縄市、これなんだ、若夏なんていうの、若夏大植木市開催中、期間は12日まで、みんな遊びに来てねということでね、メールいただきました。はい、僕も言ったんですけどね、雨でね、あの行けない地帯がありますね。長靴じゃないと思う。そうそうそう、なんかもう池みたいな話でね、歩けないんですよね。はい、そんな感じでした。はいはいはい、ありがとうございますね。はい、僕また行きたいと思いますんでね。はい、なんか買いますね。次行きたいと思います。セクシー戦力いっぱい来てるんだけど、次だ、長いな、読めるかな、読めるかな、これ読めるかな、これ読めるかな、あー時間ねえな、時間ねえな、 CM からも1分やろ、長いな。皆さんこんばんは、マシャニーさんの LINE フレンドのリオアラです。メールセンターのテーマ雨ですが、雨といえば今はなきチャゲアスの始まりはいつも雨をよくカラオケで歌ってましたよ。でマシャニーさんのオリジナルデビュー曲、終わりはいつも晴れはいつ披露しますか。もちろんアスカのモノマネで、余計なものだとないよね、わーってこんな感じですか。はい、話変わって、モノマネコーナーなくなったの残念。マシャニーさんがモノマネの後恥かさするところが面白いよ。またやりますね。ちょっとあの期間限定でね、ちょっと入れ替わりやってもいいかな。うん、で、で、あ、で、往来、セクシー川柳ってことでね、来てたので、明るかったから確実に見えたので、夕暮れで暗くて見えない思いを川柳にしてきたということでね、ちょっと後で読んでみようかな。なんか、怪しいな。まあいいや、これ、ちょっともう、後で読もう。なんか、今日セクシー川柳多いな。セクシー川柳、ちょっと時間割こうかな。よし、じゃあ、CM。ん ?2 番3番これこれね、これ一番左やけど、これこれマイクに書いてある、何番ってマイク入ってる、マイクお邪魔します。はい、2番と3番、2番と3番、ツイキャスが、ツイキャスがなかなか絡めない。あ、なんかお人様の、はい、どうぞどうぞ、お人様の番組は初だから緊張するぞ。はい、イミッチャおじさんさん、あ、こっちにも来てくれたんです、ありがとうございます。はい、初初、はいはいはい、コンティニュー声もね、ハンちゃんありがとう。はい、ちょこ、はい、あ、池井翔高道さんありがとう。はい、つっくんありがとう。はいはいはい、あきらさん、あきらさん、あきらさん、また沖縄遊び行くよ、チアース東京からです。やっぱ沖縄最高。DJ マシャワールドお届けしております。じゃあ今日はですね、スペシャルゲストが来ておりますね。じゃあそれでは自己紹介お願いしたいと思います。じゃあこちらから、はい、こんばんは、小沢香菜です、よろしくお願いします。はい、ようこそ DJ マシャワールドへ。そしてわー、動物が来ました。そうですよ、動物が来ました。ダリウです。はい、どうぞ。ペットが連れてきたな。違うやん。いや、喋る豚ですよ。え、何を言っとるんですか。息の合った2人ですね。いやいやいや、何なんですかこれ。小野さん、はい、聞こえてます？え、フィットしてない？いやいや、ボリュームが下げられてるのかな。あ、オッケー、オッケーです。これどうですか。聞こえてもいいですか。あ、今バッチリ。あ、今バッチリですね。大丈夫かな。あ、もうちょっと。あ、オッケーですね。だから喋る豚なんですって。豚の声が聞こえる。あ、俺ですこれ今の。そんな感じ。はい、小野さんも俺。
今度やるな、もうイメージが下がるやんか。はい、そんな感じでね、息の合った3人でやってきましたけど、はい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 、ね、前あのこれ出会いなんですけどね、はい、FM にらいですよね。はい、そう、FM 火山からやってきました。赤い赤い。事件になる。事件になる事件だ。はい。にらいからね。にらいかないからやってきましたね。はい、ある意味にらいから。はい。はい、その二人さんですけど。はい、この、まあ番組名ちょっと教えていただけますか。番組はですね。はい。小ジャワカナと、うん、ピータイム。ピータイム。はい、素晴らしいですね。このあの名前の、うん、この由来というか、こうどういう風な感じでつけられたんですかね。いやー。もうですね、うん、私たちの番組もう放送できないんですよ、うん、番組の内容がどういう意味ですかね。もうやばいやつからやばいやつまで下ネタから下ネタまでちゃんと喋ってますよ。違う、ちゃんと喋ってる、喋ってるんだけれども、はい、うん、もうその話がもうピーな感じ、うん、放送禁止な。なるほどね、僕はあの AM PM のピーかなと思って。あ、そんな頭のいい番組じゃないんですよね。じゃなかったんだ。僕ピーピーグのピーグかな。だから隣にブッ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 、豚は大切ですよ。そうですよ。じゃあそうなんだけど、そう、ゲストさんに向かって豚とか言えないじゃないですか。豚大切ですよ。豚とか言えないですよね。さっきもね、そんな言われて俺困る。チキン食べてきましたよね。鳥だろ、鳥。豚がチキン食べるみたいな。いや、これあかんや、これ何や。ここ来るときにこれどう、ちょっと軽く食べようって話したんです。そうそう、なったんですよね。あの通り沿いに、この、うん、FM 技能案のところから、少し、ちょっと普天間向けに、ね、向けに行くと、うん、何ですか、あっち。お店の名前わかんないんだけど。お店の名前。素敵なお店が建つ、はいはい。トルティーヤの、うん。そこが、サービスのいいこと、はいはいはい、一言ね、向こうの人たちがね、うん、あの宣伝してくださいって言ってたので、うん、ありがとうございます。はい、行ってなかったでしょ。行ってなかった。行ってないの。勝手に宣伝してた。あ、勝手に宣伝。すごいいい人じゃないですか。いい人。素敵なお店がね、通り沿いにあるので、ぜひ皆さん。なるほどね。はいはい。そんなあのお二人さんなんですけど、はい、まあ、一人一人と聞いていきましょうかね。はい、小ジャン若菜さんは、うん、どうやってこの業界に入られたんですか。実はですね、私、うん、22歳の時に、はい、出身のうるま市から、はい、ミスウルマというものが、ミスウルマ、ミスウルマ、ミスウルマ、ミスグリーンです。ミスウルマ、ウルマ、エコ。実に素晴らしい。すごい。はい。来た来た。いや、いいですね。ミスウルマ、続きまして。はい、その後、はい、この業界に入りまして、うん、あのとある、うん、ラジオ局のリポーターをしまして、うん、とある局の、はい、ラジオカーリポーター、エコー、どこですか。そこはくも字じゃないよね。正解。正解、はい、そうで、その後に、はい、去年ですね、うん、昨年第29代青森の女王の、はい、この中途半端な29代、はい、違うよ。ちょっといい感じの、いい、うんうん、はい、29代青森の女王になりまして、エコー、29代青森の女王だって。これ毎回僕がメロメロだよ。途中で福山雅治入りますね。いやいや、ちょっと何かやった方がいいかなと思って。いいな。そんな感じで、いい感じですね、今やってます。今喋りの仕事をしてます。なるほどね。はい、実に面白 い。実に素晴らしいだ。はい、はいはい、ありがとうございます。そんな感じで。この世界に入られたと。はい、で続きまして、チャーリーユー様の方は。The best make it perfect Esmeralda。 これ日本人ですか。チャーリーウーさんは国籍どこなんですか。アメシプラシスアメシプラシスっていうところです。アメシプラシスっていうところです。多分そこのジャパンとかその辺じゃない。3 3 3、すごいそのミステリアスな、はい、チャーリーウーさんなんですけど、はい、喋られてどれぐらいなんですかね、これ期間的には。ちょっと大体ですよ。大体ですか。10年とか20年ぐらい、うん、ざっくりでもいいですよ。それぐらいですね。10年ぐらい。10年ぐらい、はい、あ、そうなんですか。もともと俳優を目指してたんですよ。あら、事件です。確かにこれ事件だよ。知らないの。事件初めて知ったし。嘘嘘嘘、これ事件だよ、これ。マジっすか。今ちょっと笑わせようとネタじゃないですよね。いやいやいや、ちゃんと無名塾という、あの中台達也さんの、はい、あの塾に入るためのオーディションで役所広司と一緒だったんですよ。え、それは本土での話ですか。本当本当。え、夢の世界。いやいや、ちょっと待って。私豚に挟まれてるんですけど。ブイブイブイ。若菜さんどうしよう。ちょっと待って、今これ夜10時だよね、はい、もっと静かに行きましょう。
ちょっと軽い下ネタぐらい大丈夫ですよ。全然大丈夫なんで。本当ですよこれは。マジっすか。ちょっとじゃあのこれどの辺でやってたんですか。誰みたいな役者さんみたいになりたいみたいになったんですか。いやー特に。特にいやいや例えばさ石原裕次郎になりたいんだよとか。でもあるよ福山雅治でしょ。いやいやいや、いやあれはちょっとどっちかとミュージシャンだからね。あの時は福山雅治まだ全然出てなかったな。じゃあ誰だろう。千葉真一。あ千葉真一ね。目指してたのはいました、うん、そこ聞きたかったんですよ。そうだよ、はいはい、そこでいるじゃないですか。聞いてる話思い出した。何よ。言っていい、はい、多分これ言ったらすぐ分かると思う。はい、エコーエコーエコー。別にエコーはいいと思うんです。エコーいいよ。エコー入れて。お風呂場じゃない。お風呂場じゃないよ。いいですか。はい、なんだバカ野郎。じゃちょっと待って。いやこれはここでエコーを使ったの。ごめんなさい。もう一度。もっと分かりやすい。はいはい、8時だよ。全員集合。あのあれですよね。志村けんさんですよね。違いますね。いややっぱり今の流れからと志村けんさんから。いやいやもうこんなのにエコー使ってすいません。志村けんはもうちょっと後でしょ。あとあとそうなの、うん、じゃあもっと前 の, あのもっと前のビートルズの前座をされてた、いやいやいや、あのメンバーにいるんですよ、うん、ドリフターズの。ああまさかそう新井中さん。あらえいた過去系ですよね。そうリーダーイカリア長介さん。そうイカリア長介さん来たこの曲ほらなんかお前よく見つけてきやがるな。ディン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 だよね。来たでしょ今ちょっと。どこでいつの間に曲用意してんだよ。ちなみにこれあの加藤茶と志村けんで怒りやちょすけとは関係ないですけど、まあ、細かく言うとそうですか。細かく言うとですよ。いやそうなんですか。怒りやちょすけいいじゃないですか、はいはいはい、なるほどね。あの踊る大捜査線、うん、レインボーブリッジを封鎖せよには出てなかったんですけど。なんでそのワードが出てきた。でもねあのすごいいいあの仕事されてましたよね。されてますよ、イカリア長介さん。わかんないんだけど。イカリア長介さん活躍？いや、わかりますけど。活躍ですよ、俳優。長介さんは、うん、そのあれ活躍がよく。ああ。名前がいいじゃないですか。うん。イカリア長介ですよ。頭はパー、ジャイケンポンですよね。あ本名ですか。本名。ああ、いいですね。うん、あ、僕全然関係ない話してるんですか。はい。あの最初はグーって、うん、あるじゃないですかね。はい。あれ最初に発明したのが、うん、なんと、なんと、うん、誰だと思います。まさか、まさかのその流れですか。はい、あれ高木ブー。あ、違う。ちょっと違う。え、誰。いや、志村けんですよ。え、ちょっと惜しいじゃないですか。惜しいね、うん、あのドリフターズでこう、慰労会やった後に、はい、いつもマネージャーさんとかディレクターがお金払っていたのが、うんうん、たまには、うん、これ怒りや長介が、うん、たまには誰かじゃいけんして、うん、それで負けた人がお金を払おうよと。お金を払う。そこで長介が言ったんですよ。はいはいはい。そしたらそこで思い立ったのが、うん、志村けんがやろうとしたら、うん、みんなこう酔っ払って、うん、なかなかタイミングが悪い、うん、そしたらっていうので、うん、最初はが始まったんですよ。まあ、まあ、グーって音をちょっとあグーちょっと分かりにくくなったって僕解説言いましたけど。はい、そうなんですか。うん、あ、はい、まあね、ちょっとツイキャス来てますけどね、ディスカスさんね、イカリ長介さんはジャズベーシストでも有名ということで。あ、そうなんですね。まあ、一応ドリフターズバンドですもんね。あ、そうそうそう。ね、あ、確かにそうだった。バンドでさっき言ったじゃない、僕はほらあのビートルズの前座したんだよね。あ、そう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 。で、あのイカリア長介さんが使ってたこのギターとかね、うんうんうん、ちょっともうなんかスイッチみたいなギターで結構プレミアムになってるんですけど。なんかこの番組すごいですね。すぐ曲がね入ってきますけど、そうそう、横で頑張ってるだけいるからね。確かに。でも覚えてます。お名前なんて言うんですか。こいつミッドナイトスターなんだけど。あ、来た早いな。いい仕事仕上がるな今日は。なんか昨日ツイッターでやり取りしましたよね。あのなんか赤いなんかマークの、多分そうだと思う。ほらそのローカルなこのマイクを挟んで。違う私昨日眠れなかったんですよこいつのせいで。違う。なんか迷惑かけたらごめんね。俺が謝るわ本当に。じゃあ私昨日眠れなくて。どうしたんですか。そう、それで、うん、もうこの番組出るのにドキドキしてマジで。俺に会うから。いやちょっと違う。あ、違うってよ。ほんでそう、それで眠れないっていうのをツイッターでやったら、うん、ミッドナイトスターさんが、うん、なんかクレヨンしんちゃんを見るといいよみたいな、ですよね。ほら、すごい昨日つながったんですよ。こいつよ、男に繋がらなくする。女ばっかり目張っとって本当によ。すごーい。すごい。まさかコジャピ？あ、コジャピです。うん、そう、すごーい。
い、まさかこんなところで出会うとは、ね、よかったね。ちなみにギノザソン出身ですよ。違います、うるま市出身、ギノザソン在住、間違いないです。そこわざと間違えてるんだろ、わざと間違えてる。本当にもうお願いしますよ。はい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 、はい、そうでしたね。そうですよ。なんかあれですね、あ、すごい、私の誕生日も分かってる。あ、ストーカーやこいつは。赤いやろ。5月7日、あ、一緒、あ、6日、6日、あ、1年ち、1日違いだって。なんで1年、年齢は一緒、ね、いや事件だこりゃ、これ事件。5月6日、5月7日。ちなみに自分の息子も5月7日ですよ。マジで、まあ関係ないんですけど、はい、多いですね。そうかそうか、進撃のめいちゃんさん来てますね、はい、P タイムって土曜日のお昼の番組ですよね、はい、かっこ笑い、深夜チックって書いてますね。あれ、なんかやっぱり P っていう話してんの。この番組、いや、どういう真面目な話してますね。下ネタとかキャンサトシさん真面目ですよね、うちらの。あー、キャンサー来てる。そう、キャンサーいたって真面目な、いたってこれ、なんかいろいろ見れるんですね。見ですね。だからあの、メールでバーンってくるんじゃなくて、こうツイキャスでやり取りできるんで、なるほど、ね、いや早いんですよ。はい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 、いや面白いね、いいですね。うん、面白い。そうなんですよ。 FM 二来も取り入れたらいいですね、うん、で他人事のように言ってますけど、僕だったらね、うん、自分の携帯持ってって、もうここでもうそのまま配信しますね。あ、自分のアカウントに登録させて、うん、乗っ取ります僕だったら。乗っ取ります。ちょっと怖いな。乗っ取る、乗っ取る。僕そんな恐れ多い。乗っ取る、乗っ取る。何が恐れ多い。やりまくってるでしょ。これ曲いいですね。なんか、なんかあれも聞きたいですね。ババンババンあるかな。さあさあ、彼はどういう風にしてくれるのか。でもさ、私も覚えてる、なんか昔、うんうん、この高木ブーさんたちが、うん、鬼みたいな衣装に、はいはいはい、なんか雲の上みたいなので、ね、うん、そう、なんかバンドしてたよね、うん、そうそうそう、ね、うん、あれはすごい覚えてますけど、でもすごい多分5歳とか6歳ぐらいの時だからね、そう言っても若いな。そうだって今28だもん。ボーイ知らんとか言ってましたもんね、この前ね、うん、ね、乾いた風にかき消されてとか知らないですよね。最後の声も聞こえないとかね、知らないですよね。えはあ、ビバドンドン、え、ちょ、人の話聞いてないから誰も聞いてないと、ね、自己主張3人組みたいなね感じになってますけど、あ、 AKB ファンさんね、雷様ってきますね。雷のね、雷様だね。そう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 、そう、うんうん、名前いいじゃないですか。あ、来たよ来たよ、あのてっちゃん来たよ、今度あれちゃんも来た、てっちゃん来たよ、マークも来てるし。すごいね、名前がみんな特徴的ですよね、うん、高木ブーとかね、うん、あーいいね、あとは、はい、出して中本コーチ、うん、ね、いやいや本当だもんね。, 笑うとこじゃないやろこれ、怒られるで笑ったら。違う違う、笑うと怒られるじゃん。違う違う、ちょっといいですか、うん、あの知人が病院に入院したんですよ、うん、はい、はい、でその時に、現れたのが、うん、若いお医者さん、うん、32歳で、うん、もう顔が超イケメンだったんですよ、はい、で麻酔が次現れて、うん、これも超イケメンだったんですよ、うん、イケメン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 、それで32歳29歳、はい、最近の医者はって、うん、お金もあるでしょ、うん、地位もあるでしょ、うん、顔いいでしょ、うん、本当に福沢諭吉、天の上に人を作らず、うん、天の下に人を作る、あれ絶対間違ってると思って、うん、天の上に人を作って、はい、天の下にも人を作らず、まあ、何言ってるか分からないんですけど全然分かんないんだけど、まあなんていうんですかね、まあ、福山雅治さんみたいなもんですよね、うん、顔もいいし、そうそう、歌もうまいし、あ、なるほど、本当にもうプンプンみたいな、そんなこんな人たちに手術されて君最高だねって言ってたら、うん、じゃあ次院長が来ますので、はい、この入院の手続きとか全体の説明しますので、はい、来たのが中本浩二だったんですよ、来た中本浩二さん、もうそっくり思わず体操するかなと思ってもうあれですよね、体操するかな、あのなんかあの白いなんかピチピチのやつ、全然わかんない、わかんないですか、はい、うん、そうですね、なるほど、はい、はいはいはい、じゃあとりあえずですね、はい、33分か、なんかあるんですか、メールだな、コーナーみたいな、メールに行きましょう今度、はい、お、メールもある、リスナーさんがメール来てましたね、ひふみさんなんかダフンだって聞けるけど、バックグラウンドミュージックを聞かないから、バックグラウンドミュージックを聞かないから、ダッフンだ、いいですね、はい、ね、メール来てます、はい、ラジオネーム、はい、女合杯さん、はい、メッセージ DJ マシさん、こんばんは、そして初めまして、糸満より女合杯ドス、お、京都っぽいですね、うん、とあるイケメン2人組さんがよくスタジオにいる写メを見たりして気になってまして、それにおじさんおばさんいとこもギノワンにいるし、なんか送らないとムカムカしそうなんでということでね、メールくれてますけど、まあ雨にまつわるエトセトラということでね、私的には
雨降って地固まるとか、雨も滴るいい女とか、あれなんか違うな、間違ってたらごめんなさい。リクエストの、とかできるなら水色の雨とかがいいです。あ、これは弾き語りでやりましょうね、今度ですかね。はい、なんか雨にまつわるレッドセトラってありますかね。なんか何か雨に関する思い出とか。レッドセトラって何？雨に関するなんと。レッドセトラって言ったらレッドセトラです、ね。あ、波。なんかありますよ、思い出みたいな。ある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 。うん、最近すごく衝撃を受けたのが、うん、なんか知り合いの男性が、うん、名前言っちゃっていいかな、うん、キャンさん。目の前にいる、はい、ギャラリーのね。キャンさんが最近ちょっとアプローチを受けてる女性がいて、うん、おー、言うていいんかいこれ。これ言うていいんかい。これは大丈夫か。 その方がこう、うん、キャンさん雨の音、うんうん、あね、なんだなんだ、なんの雨の音ってどんな音に聞こえるって、うん、雨の音、うん、雨の音って何の、またなんかちょっと、何に聞こえるっていう、ロマンチックなのでとかではないですよ、本当に何に聞こえるかっていう感じ。何に聞こえますか。え、これさ、何か誰かを思い浮かべながらこの雨の音聞いちゃってる。いや、もう普通にピンときたやつ言ってください。え、雨の音、何に聞こえるか。雨の音、何に聞こえる、ただの雨の音しか聞こえないよ。こんなもん、なんや、そうって思ってたら、ロマンスに囲まれてる音やっちゃうのそれ。そうやろ、でも、うん、じゃあ女性が言うんですよ、うん、女性が、はい、じゃあシチュエーションね、はい、3、2、1、ザーって聞こえて、チャリさん、はい、この雨の音どんな風に聞こえる。雨の音かな。君は。私はギターの音に聞こえるんだよね。わお、実に素晴らしい。なんじゃこれ、何を二人で小芝居してるの。なんだこの息の後、いつ練習してきたの。こんな感じだったんですよ。そうあったんですよ、はいはい、で私それを意識して、うん、雨の音にある日耳を傾けてみたんですよ、うん、確かに、うん、ギターの音でしたね。ギターの音、皆さんぜひ意識して聞いてほしいんですけど、そうですか、なんて言うんだろう、窓に当たる雨音が、はいはいはい、うん、じゃーん、じゃ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 ん、じゃん、ウィーンみたいな。なるほどね。エコーお願いします。僕にはギターの音には聞こえない、じゃーん。マジちょっと誰のモノマネなの。分からんもん。いいですね、途中で入る、はい、これ真似してもいいですよ、はい、ちょっとエボワンって入れて、なんかいい感じですね。そうそう、そう、あ、新たな展開ね、2人も。そう、これがちょっと衝撃だったんですよね。なるほどね、このね、この女性はね、はい、すごいなんかね、ですよね、なんかあれがいいと思う、感性が。そう、うん、これ大事、大事よね、うん、大事大事、感性は。でも雨の音は雨の音にしか聞こえないんですよね。僕もそういう、しょうもない人間なんです。ちょっとね、ロマンティックに生きれるように心がけます、すいませんみたいな。いやでもね、何この2人は何、ちょっといい感じなの。いい感じで、どっちが押してるの、言っていいのこれ。いい感じだよね。どっちが押してるの。キャンさんでしょ。いや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 、なんやこれ、イコールっつってる、イコール、いい感じだ、イコール、イコール、うん、平行線、どちらも、こういうね、うん、幸せ、誰も聞きたくないよね。大丈夫、なんか来てない。ブーイングブーイング。ね、本当に。今日雨降ってるから、はいはいはい、実際ちょっと聞いてみてほしいですね。あ、そうですね。じゃんじゃじゃんじゃじゃん、ニーンって聞こえるはず。わからんさん、こんなキャラやったっけ。ね、面白いな。今の音ギターに聞こえない。聞こえるよ、じゃんじゃじゃんじゃん、キーン。ちょっと待って、私より下手くそすぎるから、ね。ちょっとやってみてください。じゃんじゃじゃんじゃじゃん、キーッ。ごめんね、見本が下手くせえから俺下手くせできんがよ。ハンちゃんとかじゃじゃじゃんとか聞いてる。ついちゃう。ゴールデンボールとかドザイモンとかね、そこでキッシーってもうめちゃめちゃ来てるけど、はい、そんな感じですね。はい、はい、女ガッパイさん、ごめんなさいね、意味のわからん話になっちゃって。ガッパイさんのメールが広がりました。はい、すいません。38分、早すぎすぎ。はい、次だ、誰だ、じゃじゃんじゃんじゃじゃん、さあ次のメール誰だ。オーライマシャ、ラジオネームディスカスだよ。テーマ雨。高校の頃は雨が降ろうが、うん、降る前が、うん、いつも走って通学してたけど、その途中の前平十字路で雨のを指して安入いな表情で佇む、西高の先輩M美さん、可愛かったな、おはようって挨拶くらいだったけど、その後文通するまで行ったけどねって言って、どうしたのこれ、終わり。いいね、言ったけど、言ったけど、いい、ね、あそこから勝手に想像してくれってことじゃない。あ、でもこれなんか結末が書いてないね。アンニュイいいですね。これアンニュイって意味なんですっけ。ボーイの曲でも出てくるんですけど、小林あさみ、うん、言えば、うん、
雨音はショパンの下でも、うんうんうん、ああいうタイプですね。アンニュイ、アンニュイ、ちょっとミステリアスな。ああそうかもね、うん、もう言葉そのものじゃない、アンニュイ。そうかな、さ、キャラがおかしいうなっとるやろ。ちょっとニューが高かった。俺なんかアンニュイ、泡盛の女王ってほんとこんななんだ。みんなこうきらびやかなんだけど、喋らせてみんなおもろいんやな。あ、そうです、ね、こっちにね、 FM 技能にさ、あのミスド羽衣もいたんだよ、ここに。あ、そうなんですね。第29代の、おお、一緒じゃないですか、同級生。はい、うんうん、美人な女の子やんけど、喋、はい、らんかったらすごい超可愛いんだよ、もう。もう超可愛いんだけど、喋、うん、ったらもう超おもろいのかな。いつもにょーんとか言ってるし、お前はお前本当にミスハゴロか。本当にもう市長さんとかさ、プロ野球選手一緒に写真とか撮ってるわけ。本物なんだ。このあれじゃないですか、アンバランスさがまたギ ギャップが魅力とか。この人も、この人もそう、なんすかこの人。そうですよ。じゃあ私実はミスウルマになったのは、ね、うん、あるモノマネがきっかけだったんです。それ何のもの。これは皆さん聞かないとダメですよね。私はこれがなかったら絶対受かってなかったんです、はい、何そのモノマネしたの。そう、そのモノマネが皆さんに受けて、うん、あ、こいつは伸びしろがあるなと。でもさ、やっぱりさ、あれ大事よね、人こうこう楽しませるっていう、うんうん、そうですよ、うん、僕2つ知ってるんですけどね、小池さんのモノマネ、はい、嘘、もっと知ってない。私モノマネすごいいっぱいある。いやいやいや、2つぐらいです。あ、そうですか。でこれはぜひ皆さんに、これ聞かないでこうお亡くなりにね、チーンになってしまうと不幸なので、ぜひ聞かしたいです。何ですか。まずテイクワン、サンタクロース、うんうん、あ、そう、これがミスルマンになった、うん、もう合格のあれですよ、味噌、うん、はい。じゃあそれちょっと一個、もう審査員がもうよりによりをかけてこれを選んだという。そう、はい、まあ皆さんあんまり期待しない方がいい。じゃあ一個でちょっと、期待しないでよ、一応言っとくけど、はい、はい、まず、はい、スーパーに売ってる、うん、ほらサンタクロースの人形のマネ、うんうん、スーパーっていうもの田畑ですよ、うん、じゃないですよ、 3A です、 3A です、どっちでもいいです。はい、行きましょう。ちょっと想像してね、うん、はい、サンタさん歩いますね、いっぱいいますね、歩いたら動きますね、歩いてトコ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 、はい、ほうほうほう、メリークリスマス。まあこんな感じです。これはあかんやろ。こんなあんの公的な場所でやったら、そう、これ怖いわ。これ度胸あるな。これやりましたよ。え、似てますよね。いや、うまいけどアホと思ったよ。まあアホと思った。これはほら拍手って来てるじゃないの。うまいんですよ。これこの人こっちにおるからやろこれ。ありがとう。おもろいね。はいはい、いや若菜さんおもろいわ。いほんじゃな、そんな若菜さんに、はい、無理やりコーナー行くんだけど、次ね。セクシー川柳っていうコーナーがあって、あ、はいはい、セクシーな川柳を募集しました。お、ね、じゃあこれちゃんさとし得意よ今日。あ、来た、ひろしです。それでは読みたいと思います。評価お願いします。振り返る君のうなじにつやぼくろ、おカポン、あ、いいね、ちょっと今ゾワってきた、うん、大好き、いいね、これは神戸の小さいけれどおじいさんからですね。じゃあ、いい、いいですか。いいですね。どんどんおかしな方向に行くんでよく聞いててくださいね。なんかラベルかかるいいですね、うん、次いきます。あ、ちょっとこれまたまともだな。ね、次いきますね、うん、名古屋の純情派ダンサーズさんからのセクシー川柳。エチケット、若き思い出香るかな。ああ、なんかさ、色がありますね。説明しよう、うん、暑くなると教室や通学の電車やバスで制汗剤の匂いが思い出として残るようです、ということでね、この川柳、をいただきました。すごい、あ、深いな、はい、素晴らしい。じゃあ次いきたいと思います、はい、ちょっとこれは怪しいです。九州の馬子さんからいただきました、うん、お題セクシーです。あ、いいね、うん、はい、想像してみてください、うん、夜泣きの子、おしゃべりすわす左の手。やばい、分かってしまった。ちょっと、説明しましょう。かっこ、なぜあやさないのか、なぜ利き手じゃないのか理解してくれたら嬉しいなということでね、右手はおそらく何かを握ってる可能性があります、ね、あ、なるほどね、握ってしゃぶってるかもしれません、ね、いい、どちらもいい、結構ストレートで来るタイプですね、うん、マゴンさんね、はい、下ネタ担当です。全然エロさがない、僕綺麗と思う。本当ですか。うん、綺麗。次いきますね、はい、マゴンさん第2回、夜明け前、うん、どこに行くのと子が尋ね。なんやこれ。ああ、うまい。わかった、わかるわかる、
あの爽やかですね、うん、なんかいいチャーリーさん目がなんかトローンってしてる大丈夫いやいいですね完全に落ちてますよ、はい、この川柳になるほどですね、はい、ちょっと私も一つ考えたんだけどはいじゃあどうぞエコお願いしますいいですか肩からひょろりそのカーブに僕のもカーブエコーくださいダメ実にエロい姉さん赤いやんこれ姉さん顔赤くなっとるじゃん姉さん何乗っとるちょっとお米線に何やおかしくなってきたぞこの番組何や今日セクシーだからさエロいくなってきてるねあなんか綺麗だなみんな綺麗でしょ私の、うん、カーブってどこカーブしてるねまあ期間期間けどな期間けどそそり沿ってるんでね次いきますね、はい、味噌煮込みスキーさん名古屋からやってきましたはい、はい、谷間ちらりできる人羨ましいぞということでねちょっと間違えたこれ解説読んでもうだわ間違えた間違えたもう一回もう一回谷間からちらりセクシー憧れるというあ連続でいきます、はい、フェロモンを出して酔わしてみたいなもう一度いきます3発目さりげなく拾ったペンより胸見ちゃうということ男性目線です絶対そうだよねバス停でかがんだ女子高生覗き込むみたいなこれ絶対逮捕だって視線感じるもん、うん、やっぱ見てるでしょ、うん、実際ね見てるでしょいや僕目悪いので時間切れや時間切れきてもうたシームタイムで残り部でじゃ あなんか今のコーナーあのどんどんパクっていいです僕もパクってるんで人のコーナーをパクリで成り立っておりっていうね、はいはい、皆さんセクシー上手ってことでねリュアラさんからツイッターいただきましたはいじゃあそれでは CM か CM曲を聴かされるってコーナーが始まりましたすごいいいですねお邪魔しますお邪魔しますあれガンダムの歌歌うぞおガンダムの歌歌うぞやっとできるかなこれ小田さんでしょ似てるねあ違うのえどこやガンダムの曲めっちゃ似てる違うのこれじゃないなんて言ってた今の CM ですか CM の女性めっ撮ってましたこっちいや撮ってな いや違うでもめっちゃ声似てる自分でも思った思った俺も思ったないあれみたいなあれ私カーマンかなと思った今誰だろうあーこれ泉会いたい会いたい誰だろうね、うん、めっちゃ声似てる泉よ泉の声泉さんこれじゃないこれだよこれだよそうこれこれ泉さんしししし、うん、でもめっちゃ似てるこれこれこれ DJ マシャールドお届けしておりますこれださあ何がこれなんですかはい次はね、はい僕のギターの練習に付き合わされるということなんですね、はい、僕ギタリストじゃないんで下手くそなんで一生懸命歌うのを、まあ、聞いてくださいということですね、はい、楽しみにしてましたよ、まあね、なんていうんですかね、まあ、お前に会いたいという曲ですね、うん、お前に会いたいみたいな曲ですお前に会いたいという気持ちを込めて、この歌を聞いてくださいねあいいですはいじゃあ、機動戦士ゼータガンダムより水の星へ愛を込めてワン、ツー、スリー、フォー青くレーブル水の星にそっと打ち付けして命の火を灯す人よ時という金色のさざ波は大空の唇に生まれたと生きね心に渦漏れた優しさの星たちが炎を上げ呼び合う波間さすらう難破船のようにもう
探してる人がいるから、もう前に会いたいよと、愛は多分誰かのためそっと捧げられた永遠の祈りなのね。人は一人ではいられない、寂しさの星座からこぼれた花びらだからね。あなたが祈るたび大空に穂が上がる、優しさに惹かれて青い眠りを解かれた美しい星よ、もう泣かないで、今あなたを探してる人がいるから、お前に会いたいよと、もう泣かないで、今あなたを探してる人がいるから、お前に会いたいよと、ありがとうございます。なんや、なんやこれ。なんかなんかしてました。ちょっと僕見えてなかったんですけど。何もしてないですよ。あの実はこれ残るんですよね。アーカイブでずっと。大丈夫？これ永久に残りますからね。YouTube に。大丈夫？いや大丈夫です。大丈夫？プロダンサーなんで。あとで見てみましょうね。踊ってたんですか？何かこんな人と見えてるんだけど。いや軽く。軽くさ。何してた？俺は超出さなかった。私たまにね、ノリ昭和って言われるんですよ。これは昭和でしょ。これちょっとアウトだよな。若菜さん、こんなキャラでした。待って、ちょっとそれカットで。違う、もうあかんで、もうこんな方できんから、ここ。カットあれはちょっとな。あかん。あかんな。あかんな、あかん。そこまでいいよ。どうしたんだよ、もう。あ、昭和の土壌すくいみたいな感じ。そう、そういうイメージだった。大丈夫かいな。たまについていけないですけど、ね、はい、じゃあそんな感じですね、今日の、お誕生日、来てると思うんですけど、ね、なんかプー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 みたいなことできる、あのリューティーの曲でリューティーのあの音を使うけどリューティーの勝手に使うってまた勝手にお誕生日なの使うって誕生日あるんで、次ね、お誕生日のコーナーがありまして、みんな一緒にあの踊るの OK ですよ。思いっきり人の番組で曲を使うっていうね。パクリワールドとも言われてるんですよ、これ。ひどいよ。ひどい、ひどいわ。ひどいよ、もう。ひどいけど、バレてないから大丈夫ってね。この日に生まれてから君に会えた、その喜びをみんなで死にうっさうっさしようという、ちょっとどっかで聞いたことあるコーナーです。ビューティーごめん。ビューティー。そうなんだ。なんだ、この二人。それでは。俺、ここばっかり言うんだけど。中村和江さんということでね、銀のトロンボーさんから来てますね。6月9日が誕生日ということでね、野底道夫さんも6月9日って来てますね。すごい、そうなんだ、野底道夫さん。すごい。あと誰だ、ポーピーエムだね。ポーピーエム中村和江って自分時間かな。そうですね、ね、はい、そうですよね。あれ誕生日一人しか来てない。寂しい。誰かいないか、誰かいない。じゃあ、あの5月7日のツイキャス、ツイキャス誰かいないか、誕生日。で、5月スルーされたよね。で、若菜さん、5月7日。時間ない、時間ない、時間ないで、はい、さあ、それでは行きます。はい、ちょっと待って、一緒に歌いますよ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア、誰だったこれ、誰やったこれ、誕生日、中村和江さん。
野底道夫さん、イエーリスナー誰もおらんやけど、ハッピーバースデートゥーユー、イエー、シーにうさ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 、いや生まれてありがとう、イエーすごいこれありこの夜の10時過ぎにこれだけ盛り上がって今すごいですよ。 さっき30人見てたけど、今29人見てる、うん、ありがとうございます。多い方だね、うん、嬉しいですね。はいはい、ね、1回通過したいとか139人、今残ってる人が大体いつも30人ぐらい残ってるんですよ。お、はいはい、いやー6月6日ディスカさん誰やったん、6月6日これでごめんね1ヶ月以内は受け付けるからもう、え過去も OK? 大丈夫、過去も OK もう何でも OK って、あの1年以内だったら何でも OK、 もうメールくれみたいな誰かこれいいね。いやもう本当にね、2人いいコンビですね。本当にあのね、僕ねチャーリーウーさんとね、あの連続で2連続やってたんですけど、うんうん、の最初ね山田みなみさんの、うん、なんだ、ワッタワンダフルワールドでした。違うから。ワッタはつきませんよ。ワッタは抜かしてください。あ、すいません。ワンダフルワールド。山田みなみ、山田みなみのワンダフルワールド。うんうん、でその時のチャーリーウーさんと、ね、あのピータイムのね、チャーリーウーさんね、全然別人でした。そうかな、多分こっちが本当かなって思う。そう、こっちが本物か。時間がないよ、言うと。いつ終わる番組。もう終わります。いつ終わる、あと5分。は5分。この提供は。あと10秒ない。日進紹介。終わります。また来週。また来週。早い。押した今日。一応ですね、ラジオの放送終わったんですけど、今からメールを読むぞ、はい、メール読むぞ、転送、はい、私が送ったんです、よし、どっかで見てもらえるぞ、時間があったらお付き合いできますか、次の番組はないんですか、だからあのスタッフが帰るっていうのもできます。あ、そうなんですか。なんだ顔よ。どっかで見たことあるぞ。夜はギノワンでこじゃってます。ちなみにこのこじゃってのあれなんか一つ足りないよね。うん、足りない。ちょっと感じちょっと足りないぞ。しまった、スンが足りないかな。スンが足りないぞ、スンが。ハンちゃんのそうすれた。三日月かわいいね。かわいい。ちょ、あの僕もう書いていいですか。セクシー川柳パート2って。あ、もうコイン入ってしもうたね。何それ。コイン入ってもうた。ツイキャスでシーブンタイムっていうのを今からやるので、そのまま喋ってください。マイクはこれで拾うので、本当こっちはもう死んでます。本当禁止されてるコーナーで無理やってます。え、無理やりやってます。無理やりやってます。まだ放送切れてないんですよ。電波は切れたけど。すごい、そんなこともあるんですね。だからコイン入れてもらって申し訳ないみたいな。いや、アニメの。あ、何？コインを入れて聞くの？コインを入れれば延長できるんですよ。だからこの記録がずっと残るんですね。なるほど。なんですかコインって。先週600いったんですよ。今日169だけど。わあ、すごい。先週600だよ。600。700とか言ってきました。いやー、すごい。169だったね。なんですかこのコインとか。このコインがあればいちいちこの継続しなくて、これ30分で切れちゃうんですよ。だからいちいち継続ボタン押さないといけないんですけど、みんなが協力してくれるから一回も切れずに放送できるんです。わあ、すごい。みんなが助けてくれてるんですよ。なるほどね。でこのコメントが今この番組が FM 技能でトップクラスなんです。わあ、すごい。一番この番組が一番コメント多い。よし、ちょっと内緒だけど乗っ取ろう。おい。さん、こんにちは。今日から改めまして、はい、よろしくお願いします。話しかけたらみんな返事します。こんにちは。こじゃのリアクションいいね。DJ こじゃワールドとチャーリーウー
がお届けします。お届けします。はい、今日のゲストはマシャさんです。マシャさんです。うわやった、嬉しいな。ありがとうございます。コジャワールド提供は、え、コジャワールド FM 未来提供は沖縄トヨタローソン沖縄三栄怒られるやろ。違う、じゃあ何でもいいって言うの。何でもよくない。あ、よくない。これ残るから。あ、ここからまだ。じゃあそれカットで。メール読んでもらったら、マーシャメール読んでもらったらカットで。ハンちゃんのメール飛ばしちゃったよ、これセクシー川柳。じゃあね、あの、ハンちゃんのセクシー川柳をコジャワールドスタート。スタート。どこのカメラじゃん。右の、右です。ね、そうです。いや、あれじゃないの。うん、いや、これだよね。あれが残るんだよ、あれは今。あれは残る、あれは今、あれが残る、あれが今。はい、可愛く撮ってね。もう化粧によりますよね。そうそう、化粧によります。これ読んでいいんですか。うん、そのカッコがあるね、川柳ね。うん、言いますよ。まあ、全部読んでいいよ、もうオーライから。オーライ、マシャ、はい、お番です。あんちゃんでした、はい、今日もオーライ、セクシー川柳に投稿するぜ。普通に読んでいいから。待って、セクシーなんだろう。うーん、難しい。いいですか。うん、はい。アモーレの浴衣にうなじ、あー夏祭り。あー、これアモーレの浴衣にうなじ夏祭り。あの俺の聞こえた、下ネタかなと思って。ごめんね、ハンちゃん。ハンちゃん、すいません。ハンちゃん聞いてるかな。聞いてる、聞いてる。ここにいるけどね、コジャワールドスタートこの人ですね、このメール送ったの。おー、はい、ありがとうございます。ごめんね、下ネタと思っちゃった。真面目に送ってたんだね。そうですよ、真面目に送ってた。アモーレのあの俺のっていう。あ、聞こえるね。聞こえる。はい、はい、いいですね。アモーレー、なんかないの、チャーリーさん。アモーレー、川柳、川柳。私、言ったじゃん。そういうのグタグタになる。確かに、すごい下手くそなんです。次行きますね。はい、メール行きますね。はい、愛知県でユーミンさん来てます。はい、マシャさん、皆さん、ハイタイ。ハイタイ。雨といえば、長崎へ行った時のことを思い出しますと。あ、長崎は今日も雨だったって曲があるけど、あ、影響もろ受けで、あるある、雨の長崎旅行を体感できたことがラッキーと思ったくらいです。ではでは。あ、この方も感性が豊かかもしれませんね。あ、いいですね。やっぱ長崎はなんかはもうあんなにあたなった。え、そういうこと、そういうこと。ユミさんごめんね、めちゃめちゃ絞って。違う違う、あのね、聞いてない人が隣にいるから。若菜さんに喋らすとまた違った感じに聞こえると。あ、来てますね。セクシーに聞こえますかね。でマシャさんのせ、おおちょっと即答しようよ。ああ、ちょっと顔引きつったじゃん。顔引きつったじゃん。めっちゃ顔が心にもないことを言った時のマシャさんの顔だった。そうそう、いや何言ってんかなこの人と思って。そうですか、そうですか。はい、ユミさんありがとう。あ、今見てたんですね。はい、ひふみさん、これどこからメールしてんの。なんかディスカッションが変でした。同世代だな。なるほどね。長崎の雨って聞いた瞬間もあの曲しか出なかったから叩きたいさ。あ、なるほどね。マシャさん次はぜひ君を。違うね。違う違う違う、あれあれあいつ、え、わけわからん歌。長崎の歌じゃないです。長崎長崎は何これ何何何これ何か変なの来てた。マシャさん、うん、FM ギノワンお聞きのリスナーさん、はじめまして。関西姉さんよ。出た出た。はじめまして見たけど、マシャさんってなかなかいい男ね。私は雨って結構好きよ。マシャさんはどうかしら。それでは最後まで千張りよ。誰だこれ。わあ、エロいな。ちょっとエロいよ。姉さんって聞くとエロいぞ。関西姉さん、関西姉さん、関西姉さん来たか。関西姉さん、今度 DJ マシャワールドのね画像を送ってくださいね、うん、楽しみにしてます。うん、はい、いいね。オカマかなこの人。オカマだ。オカマだ。じゃあ私ギノザの姉さんで行こうか。ギノザ、ああ、いいかもしれない。ギノザ姉さん、ギノザ兄さんがいいんじゃないもん。兄さん、ちょっと待って、一応女性としてやって、一応。あれあれ、さっきのパート2聞かしたいですね。何を。サンタの次に。あ、モノマネね。そう、サンタ前振りですよ。そうそう、サンタ前振り聞いてます？うん、聞いてないですよ。聞いてないですよ。サンタ前振り。はい。あ、もう次のやつ、じゃあどうぞ。はい。目をつぶるんですか。サンタ前振り。あ、違う。レイチンちゃんです。わからん、行きます。はい。はい。セレクト、2。はい、使います。はい。2、テイク2は、クレヨンしんちゃんです。
ああ、こちらは聞いたかな。目をつぶればいいんですね。もうリスナーさんまで聞いてないじゃん。あ、そうね、はい、目をつぶってクレヨンしんちゃんを思い浮かべてくださいね、はい、どうぞ。はい、来ましたね。言うところがね、ゾウさんっていうところがまた下ネタかと。セクシー川柳。セクシーじゃねえよ、エロ川柳だよこれは。あ、ここまでは、まあこうだ、まあ、大概できるだろうと。できますか。もうこっからが本番。ついにジブリの世界に踏み入れた小沢から、あのできない普通の名作、うん、顔なし。顔なし。わかりますか、顔なし。もうとか言うでしょ、もうとか言ってるでしょ。違いますよ。宮崎駿もうもうもう言ってるでしょ。違うよ。ラジオで顔なし。なんだっけ、千と千尋のほら、最後に千尋とバスに乗ってるあれですよ。だから、もうとか言ってるでしょ。言ってるよね。ちゃー、まあそれ置いてる。まあ、ほら、クレヨンしんちゃん似とるわ言って。おー、いいですね。いや、これ、笑ってるし、これ似とるわ言って。いやいや、やこれ違います、似てるよね。サンタつながりでサンタフやってる、はい、脱げって言ってるのか、俺、リワラ。意味わかんない。佐賀健さんチャレンジャーって。あ、出た。あ、出た出た。関西姉さん、おるで。来たー、関西姉さん。スイキャスで映りなさい、もう。ちょっと待ってください。It's, that's 関西姉さん。そう、関西姉さん。もうね、What's? 怪しくない。違うよ、多分ね、画面ではね、髪の毛とシャツの毛どうかしてるから、何いや、見えますよ。関西姉さん来た。でかでかこれ、でかサトシ、聞こえてるこれ。小島美佐子。ここ、向こうから。小島美佐子さんに怒られるよ。この番組見られたらどうすんじゃない。これ向こうには聞こえない。廃止なので、この番組。聞こえない。あっち、あっち、部屋には聞こえてない。あ、部屋には聞こえてないんだ。あ、聞こえてない。あれ、なんだ。生放送です、これが。生放送です。内田裕也。内田裕也っぽい。似てる、似てる。ここ、ここ、いいね。いい席、いい席。いい席。ロックロール。これ、足ちょっと伸ばしてギターみたいにしたらいいの、これ。ここ、結構ゆるいね。もう本物の関西姉さんですよ。本物ですよ。もうじゃあ一応機材とか、まあまあ、ね、1人増えた、30人になった、見てる人が。いい感じだけど、一応30人ってなかなかないんですよ。嬉しい、すごいんですよ、嬉しい。30人あんまりいないよな。30人見てる番組ないよな。ホワイティーユ、ホワイティーユ。じゃあこれ30人がまた30人にやったら、次90人だよね。そうなんだけど、おじさんなんか言ってやる。寝落ち。今寝てた。今寝てた。私いつも9時半に寝てるからね。おじさん、マジで。そうよ、顔なし。深夜や今。深夜よ。マジですか。今夢のままですから。これ一服堂さんも来た、京都から。お、京都から。ありがとうございます。ありがとうございます。本物の京都からですね。白い外。白い外。あ、小沢さん、番組紹介して。あ、そうだよ、はい、番組の紹介してなかったよ。だからで番組の紹介を、はい、番組紹介、イエーイ、やりましょう、はい、それでは、毎週土曜日、はい、お昼の12時から1時間番組。スポンサーは日清紹介、沖縄トヨタ、トトロ、サンエー、スターバックス。どん出ようよ。ダンキンドーナツの、以上。あとで帰ろう。カトリ、日本カトリズム。以上、9社でお届けしています。しています、はい。さて、番組タイトルは小沢かなとピータイム。明日ですよね。そう、明日。あ、ちなみにどんな番組。今思い出したかのような感じです。そう、明日か。やべ、今思い出したでしょ。早いな。テーマは何ですか、明日の。そう、明日のテーマは、うん、明日決めます。ほう、直前に言うの。そうですよ。直前。いやいや、もうその場発表。その場。リアルタイム発表ですから。そうすると、あのお客さん呼びにくいんですね。なるほど。そう、だからこうリスナーを増やすためには、いろいろ前に撒き散らして、だから僕こんなに来るんですよ、お客さんが。わかりました。じゃあ皆さん明日来てください。ダメ出しをするって言うゲストに。ゲストみたいな。ゲストダメ出しをしない。しかもそれを素直に、あ、そうか。お利口じゃないですか。受け止めてるっていう。すごいお利口じゃないですか。お利口ですよ。ちょっと明日のテーマいいですか、はい、最近ちょっとおっと思ったの、うん、僕からいきますよ、はい、車、うん、あ車ね、車、はい、車キューブなんですけど、うん、日産の、うん、まあ、全然関係ないんですけど、うん、ドア開けたら、うん、助手席にあるものがあったんですよ、うん、えっと思って、うん、車名でこう撮ってたんです、はい、車名で、うん、そしたらなかなか車が朝動かないもんだから、うん、妻が来て、あれ何してるのみたいな感じで行って、うん、ついにあなたも見えないものが見えるようになったのみたいな、ね、まあそういうテーマ。朝です、朝。そしたらその助手席に映って、僕が映そうと思ってたものは、さあ何でしょう。何でしょう、何でしょう。
マーシャ。観葉植物。あー、はい。虫かいで。ミッドナイトスター。ミッドナイトスター。あー、いい。カーネルサンダースの血。金。あ、金。いい。いい線いってる。いい線いってるよ。で、はい、ロマンサイネーさん。はい、私も帰るの。はい。喋、はい、れるやん。先喋ればいいやん。リズム狂ってる。ダンプ松本とって。司くん、ダンプ松本みたいに、イミッチャおじちゃん来てましたよ。イミッチャおじちゃんって。イミッチャおじちゃんから来てる。私も考えてたよ。つかさくんって言われてるんですよ。バレてるやんもう、つかさくん。つかさくんってバレバレやで。関西姉さんですよ。関西姉さん。つかさくんってバレてるよ。はい、答え聞きたいですね。女子的に。クイナル人形かしら。あー。なんか、関西姉さん持ってるのギターじゃなくて、なんかムチに見えるの、気のせい。サブトムチ。バチン。リグミさん。ガジャン。あー、近い。あー、近い。近い。こいつはいっちゃう。うん、キャラソシトナカイの頭。あーうまいな。じゃあだから答えって答え。答え、うん、チンって何だよ。クモ。クモがクモの巣を張ってた。はい。あー、それも綺麗なクモの巣。へー。人型の丸いあのスパイダーマンみたいな。おーって人型って何で、それ怖いね。ほっとったから。見えたろ、クモが人がみたいな。すごくない、うん、何がそれ。それで自分生まれて初めて昨日宝くじを買った。全然あの繋がりが分かんないんですけど、マシャさん。こんな奇跡的なこと教えてもらっていいですか。いや、まあ、要は当たると思って勘違いしてるじゃないですか。要するにそれ。じゃあね、生まれて初めて、いくらにしますかって言われて、うん、いくらがあるんですかって言ったら、7000万と5億があるって言って、うん、あ、じゃあ 5億1枚。一応ですね、統計上は、一等当たってるのは50代が 多いらしいですよ。おー、来た。え、何十代？50。何十代って何を言うとるねん。おめでとう。40代か60代かってないやろ、ないやろ、ないやろ。ちなみにみんな、何を言うとるね。写真を見たら、絶対感動するしないかな。あ、はい、何の音今？わかんない。なんか鳴ったぜ。ピローンってなって例ですね、間違いない。出ましたー。ピローンってなってこっちか。でも宝くじ1等当たる確率は、うん、2人でじゃんけんして、うん、あいこ出さないで連続12回勝ったら同じ確率。へえ。難しいな、そう考えたら。できるんじゃない。ほらうん、よくわかんない。ラジオでもツイキャスでも伝わらない。伝わらないよ。でしょ。伝わらないよ、これは。メール読んでいいですか。そうしてください。メールをちょっとこれもあのよくわかんない。すごいでしょ。すごいけど。車の中よ、助手席。それね、嫌がらせで誰か雲をね、3匹ぐらい離したの。綺麗でしょ。これひび入ってんじゃん。伝わらない、確かに伝わらない。じゃスマホにひび入ってる。はい、メールどうぞ。メールをね、行きたいと思いますね。綺麗だよね。メール行きたいと思います。はい、どうぞ。お笑いマシャ君、そしてラジオ聴きの世界のリスナーの皆さん、こんばんは。ナイスミドル 40s、落書きチームライオンマス。今日はめんどくさくて、じゃなくて、最近忙しいから、セクシー川柳の投稿で許してねって来てるね、言います。ほんじゃ行ってみよう。通学路や、出勤時の信号待ち、赤信号横断歩道を挟んだ、向かいに綺麗なお姉さん発見、やがて信号は青になりということね、読みたいと思います。すれ違い、うん、香る黒髪、振り返る。あ、シャンプーのいい香りに思わず振り返っちゃうよねって言ってますね。これはジャニーさんあるだろうね、うん、女の人が出たエレベーターを嗅ぎますよ。あ、とりあえずそれ履いてからエレベーター乗って、それは変態ですよね、うん、変態、うん、それは間違いなく変態ですね。すごい、うん、もうね、チャーリーさんさ、隣でマシャさん喋ってるのに全然違うことを私に振ってくるから、私間に挟まれてきついんですよ。ここが黒と言ってる、ここは赤みたいな。どうにかしてください。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。もう OK。 全然違うこと喋ってるから。ほら、これどうすんの、これどうすんの、デオチート。いや、これどうすんの。オブジェクト思考なんで、それまでいいと思います。オブジェクト思考なんで。これいいな。衣装が FM ギノワン黒、FM ニラヤ青。あ、そうだね。あ、さすが KC 高飛車。いや、揃えてるんですよ、これ。
揃えてきたケイシー高飛車さん、はい、あ、ここでなんかあれ雨とかけまして何かできないですかね。あー、いいね。あー今日テーマ俺も考えた雨とかけましてね、ケイシーさん雨とかけて雨とかけまして、もう回答が早いな雨とかけまして何と解く、その心は、はい、ね、心はさあ、何と来るでしょうかね。ちょっと私考えてきますから喋っててくださいその間にメールを雨とかけてケイシーさんに負けないぞ、めちゃくちゃ上手なんです、ね、素晴らしいメール、ケイシーさん上手なんですよ、うん、関西姉さん、すごいんですよ、ね、一回座らせられて正座してる、正座、あ、いいかも違う起きてるし、違う、罰ゲームで、罰ゲームで来た、はい、高飛車、じゃあケイシー高飛車さんいきます、すごすぎる、はい、スランプの、あ、違う、雨とかけました、ね、これ、これ、これね、これね、わからさんに行こう、見ていい、はい、雨とか、静か右から左から、だいぶ今日右から左から、いきますよ、雨とかけまして、雨とかけまして、スランプの打者と解きます、その心、雨天、あー、うまい、うまい、見てるけどうまいと思う、素晴らしいですよ、腹立つぐらいうまい、本当よね、うまい、雨天、あー、雨天と雨天、雨天、ないね、さすがや、うまいね、謎かけ芸人って言ってる、オッケー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 、チャーリーさん下手くそだから大丈夫かな、ケイシー高飛車さんの後にやったら怪我しますよ、いやいやいや、やってみよう、大体怪我します、待って待って、はい、待って、なんだった、雨とかけまして、うるましの海と解く、うん、その心笑ってるし、ウケそこを雨と解きまして DJ マシャと解く、そのどこに雨があるの、じゃじゃ、そう、雨の受けはどこにあるの、俺を受けんのネタに使った方が良かったかもしれないです、雨はい、消えた、はい、消えた、もうやりたい、消えた、はい、もう一回消えた、雨、はい、消えて、以前チャーリーさんめっちゃ消えた、今こけんでいいとここけとるねこれで発表しかねえだろ、マジにね、チャーナー、あ、もうビル、ね、チャーナー、受けんって意味分かった受けは分かるけど、雨がいない、受けに一度受けはいけない、分かるよ、でも雨の受けはどこに行ったの、まあそれは深く考えられないもうツイキャスで大変なことですね、はい、ケイシー高飛さんからチャーリーさんめっちゃ怪我しましたもんなって、え、怪我した今ちょっとやばい怪我ですね、ちょっと、あ、でも私解けましたよ、那覇まで車運転できました、私もできました、コハグラまで行くってわあもう大変、はいはい、いいですか、いいですよ、いいですか、うん、大雨とかけまして、大雨とかけまして超イケメンの下半身と解きます、超イケメンの下半身と解く、その心はどちらも水玉、どちらも水玉水玉なんやそれ、ダメ、水玉、さっきの受けんが絶対良かったじゃないですか、俺もその方でしょ、今ちょっと対策して、怪我を怪我で塗りつぶすってね大怪我やで、塩もんだみたいなってこと、誰か助けて、いやどこ行くわだよ、あーめー、はい、下がって、受けんが絶対良かった、飲んでないって、この子飲んでない伝説、絶対受けんに運転して帰れる今日はい、画面から消えました、さあ、次はじゃあマシャだよ、そう、俺はやっぱりやらない、やっぱりやらないそうだよ、そうですよ、ここまで振っといて、大怪我、大怪我の塗り直しお願いします、死ねえ雨でしょ、はい、さあ、難しいでしょ、無理無理無理、難しいでしょ、人のことを受けんとか、なんかまたまた、これ言わせてもらっていい、やらんやらん、やらんじゃない、怪我するぐらいでやらんほうがいい、全然惜しくない、そうだよ、もうみんな期待してるもん、そう、みんな見て、みんなひっくり返るよ、はい、あーねーって、運んで運んで、一回、一回みんなツイッターしきれるもん、きれい、そうそうそう、本当ですよ、脱ぐから許してくれみたいな、締めのマシャさん、ほら、締めのマシャさん、ジャケットプレイみたいな、あジャケットプレイみたいな、ジャケットプレイ、こっち一回気がした方がいいですよ、そうだね、あかんよもう、そう、いいですよ、大丈夫ですよ、はい、ね、難しいでしょ、みんなのために気がしますよ、そうだな、マシャさんとは リスナー時代で、そうそうよ、ゲージタクミさん、死ぬでも罰ゲーム3体は嫌じゃん、ちょっと毛見えてるところが余計嫌じゃん、もサンタフェ、ほんとね、はい、どうぞ、え、何語、サンタフェがかけるんです、雨と、雨と書きまして、あー、篠山市の、え、どうしよう、マジでないよ、難しいでしょ、難しい、難しいよでしょ、うん、ほら、閉めよう、ほら閉めよう
もうさ、2人がこうだから、うん、やっぱそこはちゃんとゲストに言わして本人が言わないと思う、本当にそうですよ、しっかり、しっかり俺、あのスマップスマップの、あのあれやもんオーダーとか言ったら料理作らしいみたいなオーダーってやっぱね、ウケンビーチが出たら次、いろいろ会わないと昆布とかいろいろ出さない原始高飛車今度呼んでるってあもうすごい謎かけ祭りするからね、今度呼んでからね、うんうん、あーメールさ、読んでる途中だったんだよなほら、そうやって逃げるよ次行くよ自宅飲みでちょっと酔った彼女をうっすらと頬をあからめてじゃれついてくる なんだよ、なんだこれ雨と解きまして、うん、興奮した女性と解きます、うん、その心はどちらも濡れるでしょうどちらも濡れるでしょう絶対受けんがいいな全然面白くないまあちょっと予想できたよね今ねあなんうまいけど絞れたやんこれ中学校2年生子供があるここにこの中に子供がおるじゃあでもなんか全然謎かけできてないチャーリーさんの受けんがなんか一番よかったでしょ受けんビーチいや受けんかったけど受けましたよあ受けんだけど受けましたよ、はいはい、あすいません、はい、メールでしたね、はい、めいちゃんさんね本当放送で流れてよくない放送で流れてないからやってるんですよ、うん、あの放送をちゃんと作ってやってますからね、はい、これ流れてるんですかあのね YouTube に残りますそう電波では流れてないです YouTube に残る、うん、後で見れます。そうなんですか。はい、今これ全世界配信です。そうですね。わお。残りますして。アニョハセヨ。アニョハセヨ。もうライオン丸さんのメールが意味がわからなくなってしまったね。はい。いきますね。ほろ酔いの唇頬へ便移す。こちらのホップも赤くされちゃいました。テレ。次いきますね。みんななんかまともだな。いやこれね今日は先週がね、うん、ほぼエロメールだったんですよ。95%。わお。今日はあのセクシーで送ってくれて。なんか綺麗だな。今日皆さん綺麗まとめてきますね。うん、ね関西姉さんがもう。おいとまですか。関西姉さんのあれも聞きたいな。何関西姉さんの雨かけ。雨かけ。いやいいね。聞きたい。ある？なんか行きそうな感じする。雨とかけまして雨とかけまして来た関西姉さんの恋愛遍歴と関西姉さんの恋愛遍歴と意外に声が綺麗声綺麗その心はどちらもたくさん振られましたくわ素晴らしいあんたが一番うまいわそれでその去り方いいわあんたが一番うまいって一番切なかったわ今はげら関西姉さんでした素晴らしいかっこいいなかっこいいな俺ケイシーさんがパチ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 って俺でしかもね奥闇の声喋ってるわけ FM ギノワンで あのヒロキックスになったんだけどちょっとの間、はい、やっぱりあのつかっちゃんに変わってくれるかなと思ってああ素晴らしい声はめっちゃいいわけよ声はっていいね声はってちょっとセクシーよねセクシー声はねあ素敵なんか今ちょっともうそれが心に残ってるねいやそんなことはない。いやもう今本当胸に刺さるくらい良かった。良かった。良かった。ちょっとなんかその背景まで全て見えちゃったよね。ちょっとあれ今パッて考えたとか。そうです。すごい。めっちゃ高い教育受けてる。なんかね彼のそのねこれまでの背景がこう一瞬でこうちょっと奥まで見えたみたいなそう。ちょっと申し訳ないことしてしまったかなみたいな。いやいいよかったね。うまい。あ何言ってたかわからなかったということでね。もう一回やる。じゃあ、あの声だけいきますね。ハンちゃんいきますよ。はい。雨とかけまして。雨とかけまして。関西姉さんの恋愛遍歴と説く。関西姉さんの恋愛遍歴と説く。その心は。どちらもたくさん振られました。ああ。切ない。切ない。切ないよ。もうなんか自分が今聞いてる。さすがさすがさすが。いろんなね女性あれなんていうの。遍歴。あのなんていうのこういう女性っぽい人の女性っぽい人の、はい、いろいろ話している人じゃない、うん、いるか、うん、いるじゃないかいるかみたいな何俺は聞いてるもう何言ってるか分かんないからちょっといるでしょなんか他局にもいろいろ他にもその中でも自分ベストワンだな全然分かんないあの最初から日本語がちょっとグタグタすぎて何て言ってるか分かんないでしょ僕には通じてるよ通じてるあやったお姉キャラってことでしょ？お姉キャラの中で一番声が綺麗って言ってるそう誰も声の話してないなるほどね
あのね、進撃のメイちゃんからですね、明日の運勢が聞きたいってことでね、関西姉さんに募集が来てますけど。あ、何、そんなコーナーもあるんですか、明日の運勢。あー、占いのコーナーやってるんだよ、あの、関西姉さんが。あー、聞きたい、明日の占い聞きたい、明日の占い、はい、メイちゃんの明日の占いにしようかな、もういいね、いいね。へえ、なんか、え、小蛇さんも聞けないの、小蛇さん、はい、明日の占い、小蛇さん何月生まれなんですか。私、5月7日です。5月5月、いや、5月5月じゃあ、5月生まれの、はい、誰これ、雨と溶け込まして、マシャさんのギャグと溶けます、どちらもすべて、お前、うまいから腹立つんだよ、バカ誰がバカ誰が、うまいね、うまいから腹立つんだよ、うまい。え、雨とかけまして、マシャさんのギャグと解きます、その心はどちらも滑りやすいから気をつけましょう、うん、うわぁ、そうだね、俺もそう思うわね、なんでやねんだよ、すごい、あれですよ、ミッドナイトスターさん、あいつあいつ、あ、さっきのヌネマスみたいなやつもう書いた方が中学生か、うまい、中学生うまいな、中学生放流発揮、あ、5月生まれの金運ね、ほら、5月生まれ結構みんな聞きたがってます、じゃあ関西姉さん、5月生まれの金運お願いします。ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さん、はい、ちょっと待ってよもうね、今日引きずり回されてるわ、なんかもう引きずり回して、俺体怪我だらけやけど、今日何もしてないさ、いやもう、引きずり回されてる、逃げてるばっかり、なんか占い聞きたいね、4月生まれのお羊座ってきてますね、あ、いいんじゃない、4月生まれお羊座、なんとか4月生まれの蟹座じゃないですか、ないな、お羊だよな4月生まれのお羊座は、ま、ちょっと待て、ちょっと待て、お兄さん、ほいどうすればいいの大変困ってる、今、見切ってるから、おい、なんか、携帯見てんちゃうか、これないし、携帯見とるで、あれって真面目な、真面目な占いをやってるの、適当じゃないんですか、適当じゃないわ、適当にやったらいいのにそこで言う、ね、いや、そのはにかんだ顔がまたセクシー、真面目にやっとったんか、うん、マシャの MC をナチュラルで受けるけど、おい、腹立つわ、あんまり僕、いつも真面目なんですけどね、あ、そうなんですか、うん、意外な、基本真面目やん、真面目すぎて、ちなみにですね、これ、ちょっと空いた時間にですね、はい、落書き島のライオンマンさんという方が石垣島に在住なんですけど、はい、その方が、はい、ダンボールと紙と糸で作ったギターがあるんですよ、え、すごい、それを見ていただきたいと思います、いきますよ、はい、あれおあ、すごい、すごい、これですね、え、めっちゃすごい、これ紙と段ボールと糸で作ってますね、え、めっちゃ本物じゃん、紙と段ボールと糸って言ったらーー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 おおおぽいぽいぽい、そうでしょ、あ、いいね、これ、なんですか、ひふみさんのこれとこれは何か関係があるんですか、ないですね、あ、ないの素敵、あるかもしれない、エレキギターがね、あ、やばい、バックミュージック出た、そうなんですよ、めっいい、すごい、すごい、こういう、絵もうまいんですよ、落書きしてもらえようもなくて、いいね、でも私もギターの音うまいんですよ、あ、まだまだ、ちょ、やっていいですか、いいですよ、じゃあこれに合わせて、あ、じゃあ、ちょっとゆったりして、いくよ、ゆったり、はい、はい、いくよ、あ、じゃあ私のアフについてきて、はい、わかりました、聞いて、フィーリングでね、いきますよ、フィーリングで、いきますよ、酒飲んだらどんなに書かれてるか、やっぱり関西人これギターじゃないよ、あ、違うな、違うことなんだこれ絶対違うこれはなんだそれはそれさ、あんあんはやっぱりそこで関西姉さんが入るべきだ、あ、そうだよ、もう収集つかんくなってきたな、これ何まかまかまか、それラッパや、ラッパかなんかやろ、あ、大変失礼しました、はい、関西姉さん OK ですか、あんあん、いいえ、もう終わります、関西姉さん、ね、あれは占いどうなってます、めっちゃメール来てるけど、天才、天才メールがヘロー、ヘロー、なんかの歌だよね、聞いたことない俺何の歌からあるのとりあえずメールが来たので、はい、メールをひたすら読みたいと思いますね、はい、一旦ね、そうそう、メール読みましょう、はい、メールをね、僕ね、メール来たメールね、なるべく全部読んでるんですよ、あー素晴らしい、で頑張ってるから多分僕リスナーが増えたと思うんですよ、あー素晴らしい、そう、あ、で、いきますね、とりあえず、はい、意地でも読むとね、はい、マシャさん、ゲストの小蛇若菜さん、はい、チャーリーさん、こんばんは、まあ、初メール、ラジオネーム、はい、武蔵と申します、あ、武蔵さん、
さん、はい、どうも、よろしくお願いいたします。本日のテーマ、雨、うん、雨はあまり好きではないですね。洗濯物が乾きにくいし渋滞もひどくなるので雨は嫌いだけども、雨不足で断水になったら困るので、うん、この時期にはある程度は降ってほしいですね。マシャさん、ゲストの若菜さん、チャーリーさんは雨好きですか？雨にまつわるエピソードがあれば教えてください。どこ見とんねどこ見とんねじゃあやばいじゃん、やばくないアルコール入れ、アルコール入れよね、しません、しません、しませんよ。ちょっとアルコール入れよね。あおあおあお、だからなんか酒の匂いがしてきた、もう時間がアオそんなんしてるうちにコメントが300だったね。はい、じゃあメールをね、いきたいと思います。あ、はいはい、私さっきのあのメールの話なんですけど、うん、雨が好きか嫌いかっていう話ですね、うん、私もともと真面目な話をすると雨嫌いだったんですよ、うん、だって洗濯物も乾かないし、ね、外に出るたびに濡れるし、うん、なんか匂いもなんか臭いしみたいな、うんうん、あったんですけど、うん、ある時ですね、うん、とある人がこう言ったんですよ、はい、私雨が好きなんですよ。なんでそれはなんでですかって聞いたら、だって晴れてる日はなんか頑張らないといけない気持ちになるけど、うん、雨の日はちょっと家事とかおろそかにしたっていいじゃないかっていう気持ちになりませんか。おおしゃれ、素晴らしい。またこの方の素晴らしい感性の持ち主ですよ、ね、そう、それから雨好きになって、間違い、何何じゃ否定しやがった、否定しやがった、何否定しやがったぞ、マイク見たいなんじゃん。あー確かにね、仕事の頑張らないといけないんすよ。確かに、ね、それはそれを正解否定したけど、それは聞けばまあ納得はしますね、納得したね。確かにね、外回りは ね、 そうね、大変だよね。でも主婦からするとね、やっぱ雨の日って今日ぐらいはなんかね、あの掃除しなくてもいいかみたいな気持ちになりますよね、うんうん、まあ、頑張ってるところお休み違うんすよ仕事してる人からするとね、そうだよね、その主婦の旦那さんが俺にしよう、普段から出去ってればね、そんなこと言うなるほど、そうですよね、大変大変いやいやいや、面白い、ステイ様、はい、あ、なんかね、謎かけが来ましたね。銀のトロンボーンさんが来ました。おお、ケイシーさんじゃないのね。銀のトロンボーン、銀のトロンボーンさん、元からハイサイ、ハイサイ知ってるんですか、うん、はい、銀のトロンボーンさんね、先ほどこういう系、元まあいいや、ね、はい、いきますね、はい、雨とかけまして、はい、思い出がいっぱいのアーティストと解く。お思い出がいっぱいのアーティスト、あ、いいですね、その心は、うん、トントン H2O あ、俺言ったもうさ、バカチンこれこそバカチンって言うんだよ、本当にもう復帰します。待て、途中でワンダーコーン、はい、見てワンダーコーン、銀のトロンさん、すいません、これ5980円、今ならこうなってるんですけど、お腹めっちゃ出てますからねいつもやってるふりしてるんで、お腹がものすごい出てますね銀のトロンさん、すいません、バルチェンで、ね、もう本当に今思い出バラしたけど、自分で意味が分かってなかった。今ね、もう本物のバカチンよ、本当に。今日もう一回意味が分からない。もう一回言って。もういい。なんだ。もういい。言いたくない。メールは全部読んだ。多分全部読んだと思います。また読んでなかったら来週読みますもん。はい。先週さ、うん、先週まして誰かが読んないから来週読むさって言ってた。読みました、一番に。あ、読んだ。あの神戸のおじいさん。ああ、そうそう。二回連続読んだから。ああ、なるほど。今日はあの神戸のおじいさんまつり。切り場果たしたわけね。はい、ジャンプ約束はね。一回読まなくて変なことだったことあるんで、ちゃんと速は寝て、あとブレーキ絞って乗せたんで、うん、あとで一緒取りたい玄関に置きましたねすいません、もう一緒に行きましょう一緒に帰るわね、一緒に帰る、手つないで帰るもんねみたいなもうね、締めないといけないですもん。はい、私これからギノザに帰りますからね。マジでギノザなんですか。マジでギノザですよ。いいとこで DJ うるましからギノザに住んでる。はい、今ギノザ在住で約5600人の村でございます。あ、いいね。ちょっとね、準備事項があるんで喋っといてください。ちょっとこれこそ、あ、それでは、はい、番宣を行います。毎週土曜日お昼の12時からはFM2 愛で笑ってこじゃ、わかなとピータイムチュドン土曜日
ですね。ですね。はい、1時間やってます。チャンユーとこじゃおかなで喋ってます。よろしくお願いします。気がつけば明日ですね。明日ですね。はい、ぜひ皆さん聞いてほしいと思います。未来はどこにあるの？79.2MHz、うん、FM ね、792ですよ、はい、で明日生放送ですよ、皆さん聞くときは、はあ、サイマルとか、はあ、その他にはその他には、サイマルとか一緒だ、一緒一緒あ、他に何があったっけ、はあ、あ、アプリもあるね、アプリあと、Ustream Ustream、はい、で、FMT リッスンラジオ、あ、リッスンラジオ、リスラジでも見る、聞けるおー、リスラジでも、ね、なるほど、リスラジでも聞けますし、また私ツイッターもやってます、一応コジャ大文字の P でコジャ P でやってますから、皆さんぜひよろしく、ぜひぜひ、はい、あとはテレパシーで、はい、テレパシーでどんどん来てください、いいね、あ、後ろになんかいるから、いいね、うん、いや、このテンションで帰るってもともとね、そう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 、こういう系ですか、いいですよね、はい、まあ隣には青森の情報だから、そうです、青森の、毎日飲んでるの、そうですよ、毎日飲んでる、それがね、はい、本当にね、僕ね、はい、一言言いたいんだけど、はい、あ、いや、ほんとに、あのさ、一言言いたい、あーって言ってるけど、あのね、マイク下に落ちてるからね、じゃあでもこれ関係ないんじゃない、もうこれダミーです、あ、ダミーマイクね、あれですね、あ、そうなの、めっちゃ私ここで、もしもしだからさっきなんかこれ、何で体勢低いかな、そうなんですよ、もしもし、イヤホンみたいにしてもいいです、マイク、そうなんだ、全然違うんだね、そう、そのコジャピーで OK、コジャピーで皆さん、ぜひコジャピーに、あの、今ツイッター何のピーなんする、これあの P タイムの P です、あ、そのP、そう、これじゃ P なんですけど、 P タイムは何の P タイム、これはですね、いや、ではなくて、この P はですね、 PM の時間っていうじゃないですよ、皆さん、ラジオの番組の最初聞いてました、 P タイムの P の説明しましたよね、マシャさん、うん、聞いてなかったよ、僕は聞いてますよ、ほら、うん、皆さん聞いてください、何でしたっけこれはですね、はい、お昼の PM の P と思ったのに、うん、実は放送コードで禁止用語言った時に流れるあの P の音がその音なんですよ、そうなんですよ、びっくりしましたって感じ、そうなんですよ、いや、すごくないです、当たり前あるじゃないですか、パーソナリティですよ、これは的確だった、今の答えられんかったら俺最悪ですよ、なんて、今説明してたでしょ、今のはちょいいよね、放送聞いてください放送なんてっていいよね、なんて本当、一何時だよね、皆さん、沖縄なんて違いますよ、えまた沖縄の人でしょ、あれまたあがなんちゃこりゃほんと昭和だよ、もうこのにもうおかしいよ、で、ユーチューブ歌ったけど結構痛そうだったよね、音がいい音してましたね、今スパーン言ってたよ、面白いね、でもね、あそこね、うん、どこ、どこ、FM何え？え？未来。あ、未来。いいですよ、皆さんぜひ聞いて。一応ね、昼間の番組なんで、私一応真面目に喋ってます。え、ユーストでは残るんですよね。ユースト残りますよ。ユーストも残りますね。あとで。真面目に喋ってます。ますね、メールアドレスは？メールアドレスは FM792。FM792。アットマーク。アットマーク ？RAI ドット。違う違う、叩かれてる何何じゃあ言ってよ、本気で叩かれてる、 FM792 アットマーク FM-nirai.jp 未来の頭文字は、はい、nirai.jp でございます素晴らしい、バイバイ、でも、 あれだよ、 FM 未来のホームページからリクエストをポチッとです、うん、はい、そしたらもうすぐ、なるほどね、メッセージ、はい、メッセージ、そこで E-mail に行くの、 Yes、 リクエストフォームに、メッセージ、そう、あのリクエストフォームに行く、フォームに、あ、じゃあホームページからじゃメッセージが送れるわけだ、そうです、そうです、わかりました、ギャラリーの定員に見学ある、めっちゃ似てんだわ、はこれ消しつけ、もうあかんやろこれ、何何言ってんの、あかんよ、自分転換とか、転換してんの、え、しょうがない、何ですか、明日のテーマじゃ転換にしましょう、おいおいおいアホか、B タイムなんですよね、そう、ちょ、 B タイムめっちゃ面白いなフラーよ、面白いな、 B タイム、中学生、純粋なんだから私、昼より個人的には夜の番組してほしい、ああそうね、夜の番組向いてるかもね、あそうかもしれない、でもどうもありがとう、みっちゃおじさんね、あ、うん、面白いですね、はい、あかんやつ、ケインさん書いてくれてるでしょ、いい人、ほんと、ありがとうございます、ペンガってあれすごい、メイちゃん、ペンガドンキホーテ塗ってたこれ当たってるかな、
何が自分がさっき言ったやつ792@fm-nirai.jp 素晴らしい、さすがケインさん。ちなみにですね、小田さんの前には、うん、山田みなみワンダフルワールド、ああ、そっか、その前か、そうが11時から12時、その後にこちらはかなと言いたい。はい、やってます。もう一個あ、そう、もう一個ある。川口京吾コーストライド6時から、はい、川口京吾、はい、コーストライド川口さん、沖縄にいるんですか。この時でっかい月、これじゃないですよね。違うよね。そうそう、違う、これ、この曲ばっかり出してますよ。そう、でもね、なんとかバージョンとか他もいい曲出してますよ、川口さん。この間、祝日先生出てた、出てたもんね。出てた。いい人ですよ、とっても。ニューチヨコパップ、ごめんね、リワラ。リンク先が探せんな。何の？準備してきたんだけど。あ、ほんと。あら。上手。一番最初に会った時に、この距離で歌ってくれたんですよね。あ、すごい近い。僕が何をマジボケしてる。今、マジボケしてる。でも、何年か前に会ってるんですよ。なるほど。何年か前やってたんすか。僕が大名刺で。そうでした。そうです。僕、僕が高かったし。いや、僕の名刺から硬い名刺。あ、何あ、チャールさん硬い名刺。いや、僕の名刺が硬かったんです。あー、なるほど。今はあ、じゃあ名刺欲しいです。あ、もらいます。牛乳屋のひふみ。あ、ちょっと僕じゃあかわいい。ひふみさん、ちゃんとメール送ってください。ひふみさん、僕名刺もらったってことね。はい、僕も名刺もらった。かわいいね。あ、ちょっと待って。あれ、俺持ってこい。かわいいですね。もらったよ。自分のやりたいもらったよ。素敵。あ、だからヒットがやな。ちょっと私のも振る。もう、渡してない。そんな時にやっていい。関西姉さん持ってるの。関西姉さんの名刺も持って。持ってください。関西姉さんとしては持ってない。これ、リスナーの後ろに100ポイント、チーム100ポイントを立ち上げて、このロゴを描いた人が、この表の高級な金髪の窓を描いてくれて、石垣、宮古のリスナーさんの旦那さんです。この人がメールの、ラジオ沖縄の投稿メールの最初に100ポイントでメールを書くんだ、うん、すごい。それで100ポイントって名前が出て、チーム100ポイントっていうのができて、チャーリー・ムーさんは普段なんて呼ばれてるんですか。チャーリー、チャーリー、チャーリーさんです、うん、アメリカのなんかあれですよ、日系みたいなのあるで、ベース切ったのがカスタメル、ドブレスにスペイン、シニャクスのアスプリ、エスメラダ、エスマラダです。エスマラダです。エスマラダらしいです。これは国のあれじゃん、首都みたいな名前です。そう、首都の名前がエスマラダっていう。No. あ、明日参加してください。ぜひ早起きしてね。リクエスト。俺も名刺ください。AKB のさん。あ、すごい。あ、いただきます。サラギ。え、これ本名？これ本名です。本名でサラギ？アニメのキャラクターだからね。素敵。サラギつかさんで。僕、女優でキサラギさんって方好きな人がいたんです。素敵。でも超大好き、キサラギって。なんか、なんとなく覚えてる。僕はあの人好きで。なんとなく覚えてる、キサラギ。ダメだね。正解ですよ。ディスカさん正解。髪長い人。よくわかりました。激しい人ですよ。まあ、北柳さんですけど。あ、正解。北柳って。さん、正解です。今私チラ見したけど、やってます。あれもやってる。なんか自転車の。実はマシャニさん、今チラミやってます。わかります？なんだっけ、ほら、チャリの。どこですか？チャリの飛ぶやつわかる？アプリ、遊ぶゲームのやつ。どこですか？全然わかる。俺今めっちゃ必死で、こっちに貼り付けようと思って今必死でやってるから。今必死にチャリのゲームしてます。ゲーム。何を貼り付ける？新しいリンク先を。地元はうるま市です。うるま市の牛川。じゃあ、あっちです。そう、もうあっちです。朝牛川です。全然聞こえない。かわいい。ニーナさんだ。あ、ニーナさんは多分、あざ牛川ではない気がす
仏せいじゃ私は虫歯だからでも同級生みんなゲームやってると思ってるから高級感なちょっとそうそうそうちょっと腕増しだけど違うよゲームやってないよ面識はないです、早く番組を終わらさんと9虫歯は自分がいつからここに来てるんです。喋ります喋ります喋ります。はい、今月、まあ、まだ日にち決定しないんですけど、このシーブンタイムがなくなるということで、マシャがその、シーブンタイムができなくなった時のために、うん、自分の個人でツイキャスをやる予定でいるんです、うん、そのリンク先を今貼り付けた来た貼り付ける作業を今やってます。貼り付けました。ゲームじゃないです、うん、貼り付けました。貼り付けました。押すとどこに行くの。そうそうそう、あでもここからじゃ行け飛べないんで。行けた。どれぐらい前から。あついあ行けた行けた。タップしたら赤いなんか出るので、そのね、でまたこれで、今後シーブンタイムをするそうです。そうです。そうなんですね。ちなみに結婚してます。なんと娘も2人います。え、まあまあママですよ、二人の娘が。実はですね、3、4年前に RBC のラジオカーをやってる。は私、あ、そうなんですか。ショコタンと同期なんです。あ、RBC なの。そうそう、その話、上からくも字って言ってたよ。そう、くも字。そうそうそう、だからくも字ですよねって言ってただったんだけど、いいな、なんかこれ本当にゲームみたいな名前。ちょっとことぶき卒業みたいだね。あ、そういうことなんですね。はい、そうなんですよ。いい名前、いい名前ね。ツイキャス、これでみんな登録してもらえば、はい、僕が放送した時に、うん、この聞いてるリスナーさんに全部バーンって配信されるから、うん、引っ越しがすぐできるんですね。おお、すごい。多分もう来週で終わりだと思います。あ、そうなんですね。シーブンタイム時間が。ああ、そうらしいですよ、皆さん。シーブン時間が終わるんですね。読みます読みますよ、コメント読みます。ぜひあの送ってください。FM2 来のユーストリームのコメント欄に。そう、FM792 です。ナークニ、ナークニ、ナークニ。これチャタンのどこにあるんですか。チャタンの、なんて言えばいいんだろう。イミッチャおじさん。未来文化センターです。そうです、イミッチャおじさん。イミッチャおじさん、そういうことです。ミュージックシャワープラスのウィキペディアのラジオカーのコンビに載ってます。あ、マジか。あ、そうなんです、載ってますね、多分いつから何月から何月までみたいなのが結構細かく書かれてますよね。あ、そうなんですか。うん、さあ、私そろそろ、ギノさん、はい、あ、じゃあギノワン初、番組自体も終わらんというかも、ギノワン初、ギノザ着の電車がちょっと、やりすぎやで、コメント300回し北中インターから秋の方まで。そう、もうそろそろ終電なんですよね。経費としたら410円ぐらいなんで。そう、あ、そうなんですか。私乗り慣れてるな。めっちゃ高速使ってるからな。あ、そうなんですか。ドライバーぜひギノザにも、皆さんギノザにも遊びに行って。来週は初ギャラリー予定。来週はね、おそらくギャラリーここめっちゃいっぱいあるから。あー、そうかもね。すごいゲストが。どなたが来るの。なんとなくわかるけど、すごいゲストが。多分ポスターにも出てたよね。なんかあるでしょ、7月2日に。その方たち、男嫁組が来る。あー、あー、めっちゃ行ってるし、バンドやってるから。なるほど、めっちゃ行ってたよ、今モンゴル800とか来る。じゃないよな。じゃないでしょ。じゃないだろ。モンパチ来たらもっと大変なことになるよ。あるでしょ。 D から作った。乗ってる D です。からそうない。今はちょっと修理の車両。違うよ。あれ違うか。2月に納車されたばっかり。まあとにかく祭りで大取りするぐらいだから。誰あの那覇の最初の一文字だけ。はい、赤いいな。C 最後はタ。全然違うじゃん。 C とく。まあそんな感じで。ダメダメ。 C の次は C の次。ベみたいな。しべしべしべね。しべって何かある。しべシベリアスカンク。シベリアスカンク。皆さん来週もお楽しみに。 See you again。 どう決まってる。かっこいい。かっこよすぎた。飲んでるんじゃないかってみんな疑われてるけどね。すいません、飲んでないですよ。もう2時間番組になっちゃった。やべえよ。20じゃあ、はい、
そんな感じで皆さん、あの遅くまでありがとうございました。ありがとうございます。あのチャーリーさん大丈夫です、スイッチさっきオフしてます。これ、うん、したいから、チャーリーさん、よく寝る時間だ。でもチャーリーさん、今なんかもう、寝てんでしょ。いやいやいや、いや、来週のゲストが、イカリアチョウ付けでしょ。聞いてないし。どこの、愚装からこんにちは。どっから来るんですか。うまい、うまい、いいな、いい、うまいよね。うまいよ、この BGM の出し方とかさ。そう、その選曲がさ。聞いた、聞いたよ。本当にちょっとだけを本当に感動したけど素晴らしい。知ってるこれ、ね、全然わかんない。ハゲチャピンの加藤ちゃんが出てきて全然わかんないよ。ちょっとだけコイン入れないでね、コイン入れないでね、もう終わるから、終わる終わる。じゃあね、また明日。コイン入れたらダメよ。明日 FM2 ライブやりすぎやで、ね、この番組 79.2 メガヘルツ。コイン入れたらあかんで、みんな聞いてね。やらてみんな聞いてね。言ったよ、いいよ言ったよ、まで。バイ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 。何でもやりそうよ。上着脱いでとか言って、脱ぎそうよ。上着脱いだらあかんで。上着脱いで。上着脱がないでください。おやすみ。はい、ではまたね。ハーバーライト。何だった、歌詞が出てこない。兄さん、兄やんさんも来週。また終わる終わる詐欺、ごめんなさい、終わる終わる、本当に終わる、終わる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 後ろになんかいるし、本当に終わる。じゃあな、バイチー。タンクトップ披露してないの。あ、披露してよ。あ、なんか顔どうせなの。今日頑張ってきたじゃん。うわ、来た来た、まったや。あ、いいっすね。これで出てるの多分。お疲れ。脱いで終わるみたいな。みんな明日、明日また、あ、明日、明日、明日、ひふみのメルマガ日記はお休みします。え、そうなの？はい。どうして？土曜日なので。風邪ひくの？いや、土曜日は やりません。ゆっくりします。朝毎朝、はい、ラジオリスナー向けにさいなら、その日の番ラジオを見る日くも字のストケに移ります。ごめんね。いろいろこんなの、やりすぎやもう。いや、すごい。あ、ぜひあのあれして。